はいみなさんこんにちはレックスエニン講師森田隆二ですそれではただいまより不動産鑑定試験2019合格基礎講座経済学第一回目の講義ですね開始させていただきますよろしくお願いいたします はい、えー、本日ですね、えー、経済学の記念すべき第1回目ということなんですけども、まず最初のお時間ということなので、えー、ガイダンスの方ね、させていただきますが、あまず、この合格基礎講座の経済学なんですけども、えー、皆さんにお渡ししている教材はね、えー、3つになるのかなというふうに思いますけども、まずあのテキスト、合格基礎講座のテキストですね、えー、まあそちらがあるかどうか確認ください。えー、それから、あ果家というね、教材もありますが、そちら そして3点目ですけど、合格バイブルというね、ものもあるかなというふうに思いますが、そちらも確認いただければと思いますね。で、本講座で、えー、使うのは合格バイブルになりますね。えー、合格基礎講座のテキスト、それから講果家というね、教材に関してはですね、まあ、うんそうですね、まあ、復習、えー、後ほどね、えー、一通り勉強した後にやってもらう、そういった教材かなというふうに思いますね。まあ、で,ですから、あの、まずはその合格バイブルの方 ですね、しっかりと、まあ、あの、このね、授業を通して完成させていきますけども、えー、その合格、バイブルの方をね、しっかりとマスターすることを考えてですねで、そちらが一通りですね、合格バイブルの方が一通りね、自分の中で完成したぞというふうに思ったらで,ですね、効果けあるいはテキストの方に進むという、まあ、そういった流れで言っていただければなというふうに思いますね。で、まあ、効の方はね、まああ ある程度お理解が進んだらですね何度も何度も反復練習していただく教材、えー、そしてテキストに関してはですね、まあ、結構分厚いので、えー、情報量も豊富ですからあテキストに関してはまあ,あ一読ぐらいでいいかなというふうに思っておりますのでね、えーまあ、メインでやる教材はあのこの合格バイブルそして、えー、その効果形かなというふうに思っておりますが皆さんもそのつもりで言っていただければなと当面はあその合格バイブルの方で結構です。 今ちょっと画面を切り替えていきますが、え。ー 本講座の目的というふうにね、書かせていただきましたけども、私、今年でね、11年目になりますが、毎年ね、これを申し上げてるんですけども、経済学の合格答案を書くというのが目的になりますんでね、そこのところをしっかりと改めてですね、押さえておいていただければと思いますね。合格答案を書くと。トップ答案じゃないんです。 今私ちょうど収録しているのはですね、まあ冬季オリンピックなんですけど、冬季オリンピックの時期に当たる時に収録しているわけなんですが、あの、金メダルをメダルめ、言えてないですね、金メダルを目指す必要はないんですよ。えー、入賞、8位入賞でも全然構いませんので、 えー、その金メダルじゃなくても全然いいと金メダルはむしろ狙いにいっちゃいかんということですね。と、え、い、ーまあ、合格答案を目指すと金メダルを狙いに行かないとトップ答案じゃないですからね合格答案を目指すような勉強法をしていただければなというふうに思ってるんですね。でなんでこんなことを申し上げるのかというとこのお我が不動産鑑定試験のねこの試験っていうのはね経済学だけじゃないんですよね。経済学あの教養採用科目っていうの、ね の中に経済学が入ってて、それから会計学、民法。それから一番重い科目で鑑定理論というのがありますよね。で、それが論文式試験ですよ。で、論文式試験に行く前の段階ではですね。あの、まあ、鑑定理論、それから、行政法規というね。担当式試験があるわけですよ。ですから、多くのですね。科目を勉強しなければいかんということですから。経済学のトップ答案を書こうとかってね。そういうふうに思っちゃうとですね。どうしても、合格な、ひ、合格に、ね。 必要な知識とか考え方が偏ってしまうんですよね経済学に偏ってしまうそういった勉強法ではですねこれを受からないんですよね受かることをやっぱり考えるということを皆さんには実践してほしいので経済学を極めるだとかそういった発想はね捨てていただければなというふうに思ってるんですね。 経済学を極めるって言ったらね、もう最低でも1万時間必要ですよ。ね。1万時間最低でも必要ですね。私は大学院で勉強して、今でも大学でね、まあ経済学を教えておりますんで、一応経済の専門家と、こういうふうにね、えー、まあなってるわけなんですけども、まあ最低でもね、自分はね、もう、あの、学生の時は1万時間は勉強してますよ。でも、やっぱり不動産鑑定試験のね、受験生の方に1万時間勉強してくださいね。これはなかなか言えませんよ。働か、働いてる方がい多くいらっしゃいますんでね。 ですからその経済学で極めようとかっていうふうに思いますとですね数万時間必要になってきますから、まあ、従いまして、えー、そういうね、えー、経済学を極めるとか。 トップ1を目指すだとかそういう発想は捨てていただければなというふうに思いますねもし目指すのであればあ合格した後にね、えー、それこそ大学院に行くだとかそういったあの、ねえー、方向性に進んでいただければと思いますねで今勉強時間のことを申し上げましたけど、まあ、例えば担当式試験ですねそして論文式試験と進むわけなんですけど担当の方はですね大体500時間というふうに言われておりますね担当はその行政法規と鑑定理論ということで500時間そして、えー、論文式試験は2000時間の勉強時間が必要だとこれ講座を 見てる時間も含むとということなんですけどねでやっぱり鑑定理論という科目は重いと思いますんで、まあ、1,000時間ぐらい論文式試験で使うのかなとで残り半分が共養3科目かなということで、まあ、会計は若干ちょっと軽いかなと、まあ、ど,どっちかというとねですからまあ経済学で350ぐらいちょっともらいたいなということで私は350で合格していただくようなあそういったねことを念頭においてですね講座を作らせていただいてますんで皆さんもまあ最低限ねそれぐらいのお時間を確保していただければなというふうに思いますね。 ですから私に与えられている時間皆さんに、えー、持って皆さんがお持ちの時間というのは、まあ、大体350時間400時間というふうになるわけでそれでねやっぱりトップ当案だとかね,、えーそ,のねえー、そういうのを目指すというのはかなり難しいんですよね。 さっきも申し上げましたように、えー、ある程度の専門家になるというのは1万時間必要ですから、えー、大体司法試験の合格というのは8000時間とかね、まあ多い方で1万時間という方もいらっしゃるようなんですけども、まあやっぱりね、それぐらいだと思うんですよね。ですから、その、どうしても極めるっていうかね、最低限のところでも極めるというふうに言ったら、どうしてもかなりお時間かかってしまいますんで、初めからそういう発想を捨てていただいて、バランスのいい勉強をね、どの科目も合格点を取れると。 そういう方が早く受かっていきますんで、えー、そのスタンスでね、えー、やっていただければなというふうに思いますね。だからね、私ね、これ食事に似てんのかなというふうに思うんですよね。バランスのいい勉強法。バランスのいい食事をとるとやっぱり健康になりますよ。バランスのいい勉強法をね、とっていくとやっぱり受かりますよ。 やっぱりバランスっていうのが大切なのかなというふうに思いますね。まあ食、食べ物、栄養でもですね、やっぱりね、糖質、脂質、それからタンパク質、あるいはね、ビタミン、ミネラル、食物繊維と、まあそういうのをバランスよく食べるとですね、やっぱり栄養がね、バランスよく体に吸収されてですね、そして健康になるということだと思いますし、勉強もですね、行政法規、鑑定理論、ね、担当の時はこれをバランスよく勉強して、そして論文の方に入ったら ですね、官邸理論にもちろん多くの時間はかけるんでしょうけども経済学民法会計とね、えー、やっぱりバランスよくね、えー、時間をかけててですね、えー、それで勉強していくと、えー、それがねやっぱりね一番、うんまあ、合格する近道かと思いますねねで、まあ、うんでねで勉強の仕方ねちょっと簡単に申し上げておきますとあの勉強ってね、あのー、私はね、えー、動く歩道ってあるじゃないですか動く歩道ね。 えこう、えー、そこに乗っかればですね、まあ、自動的にこう動いてくれる歩道ってありますよね。で、私はね勉強ってね動く歩道を逆走するような感じだと思うんですよね。えガーッと進んだとしても勉強復習をしないとまた元に戻っちゃう。でこれが勉強なんですよね。 学習なんですよねですから勉強っていうのは一回してそれで終わりじゃなくて復習をし続けなけななればいいかんんととうことなんですねだから私もね毎年ね先ほど申し上げましたけども今年で11年目ということなんですよ。でまあ大学でも今教えておりますし私が大学生の頃からまあ経済学をもちろん勉強しているわけなんですけどもそれで考えると20年以上経済学やってるわけですね。一時サラリーマンやってましたけど私はいずれ経済学を使った仕事をやりたいというふうに思ってました サラリーマン時代も勉強してたんですよですから、まあ、ずっと勉強し続けてきてですね、まあ、20年以上やってるわけなんですけどもやっぱりね痛感しますよねちょっと勉強から離れると勉強から離れることはまずしませんでしたけどもでもやっぱり勉強時間が減るわけですよ社会人になるとね。やっぱりねあの戻ってるなっていうね動くほど逆走するっていうのが勉強なんですけど勉強時間が足りないとやっぱりこうジリ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 元のところに戻るなっていうのをねちょっと実感しておりますんで、えー、実感したこともあります でね。ぜひ皆さんにはそうなっていただきたくないので、えー、そうなってもらいたくないのでですねやっぱり日々勉強すると日々やれば戻りませんから。 日々やることによって進みますから、あまあ、毎日少しずつでもね、構いませんから、えー、もちろんね、えー、時間が取れるんだという場合であれば5時間、6時間、場合によっては8時間、10時間、えー、例えば休みの日だったら取ってもらいたいですけども、えー、なかなか難しいというのであればですね、1日2時間でも3時間でも、ぜひね、えー、頑張って取っていただいてですね、そして勉強していただければと思いますね。 ね、細気の力ってあるじゃないですか。まあ最近便利ですよね。スマホがありますんで、パシャッと例えばね、経済学で言えばグラフとかね、えー、そういうのを取ってですね、例えば駅の待ち時間であるだとかね、ね、えー、そういった時にあのグラフを見てればいいんですよ、えー。もちろんね、これからグラフっていうのを勉強していきますけど、やっぱ書いた方がいいんですよ。書いた方が体で覚えていくっていうところもね、人間にはありますんで、書いた方が絶対いいんです。一日一回は何,何かしらのグラフは書いていただきたいなというふうに思ってるんですけども、しかしながら、あの やっぱり見てるだけっていうのでもうやっぱり頭にねやっぱりこう馴染んできますから例えば細ま切れの時間なんかを使ってですねまあスマホで撮ったその写真を撮ってねグラフをその,あのえそのグラフの写真をね見ていただくだけでもねだいぶ違いますんでそういうなんていうんですかねこま切れの時間を積み上げてってまあ1日3時間とか2時間とか頑張ってね勉強時間作っていただくとですね短期合格と働きながらでも短期合格とこういうね えー、そういったところに行き着くのかなというふうに思いますのでねぜひ非、えー、しっかりとね、えー、日々努力ですねしていただければなというふうに思いますね。あのーでまあ、経済学っていうのは本当に奥が深い学問ですからあの大体ね大学3年生が学ぶぐらいのですね、えー、内容になりますね。えー、ですから結構、まあ、要は大学でいうと経済学部の学生さんの3年間分ぐらいのね内容が 問われるる可能性があとということですから、まあ、結構ボリュームでででうと多いんすすよ、えー、ですから独学だったらこれはっきり言って1000時間とか1000何百時間いっちゃいますよ。えー、どこが出るのかわかんないと。えー、そして、えー、結構経済学というのは独特な学問です,ですからね。独学だったらやっぱどうしても1000時間超えるかなというふうに思いますけど、まあ私ははっきり言ってプロですから、あ私の講義に、えー、を見ていただければね、350時間でいけるんだというふうに私はもうこの10年間で通過して ぜひ、えー、私のね、えー、申し上げてることを実践していただければなというふうに思うんですよね。やっぱり皆さんはその予備校っていうのをね、えー、利用すると、えー、金を出して私時間を買ってるんだというふうに思うんですね。金出せなくても勉強できますよ 金出さなくても、まあもちろんね、金出さないって、まあそうですね、金出さなくても勉強できますよね。図書館で本借りて、勉強すればいいわけですから、金出さなくても勉強できるかもしれない。しかしながら独学だったら時間がかかってしまうということですよね。ですから予備校を使うってことは、金を払ってですね、時間を買ってるっていうね、そういったことだと私は思うんですよね。で、それってやっぱり現代にとってはとっても大切ですよね。えー、やっぱりこう時間っていうのは、私はタイムイズマネーだと思ってますから、あ時間を金で買うと、まあそういった発想でですね、 曜日以で勉強していただくというのがいいことかなというふうに思いますので、ぜひね活用していただければと思いますね。まあ本当に、ね、残念ながらさらちになってしまうんですよ。勉強しないとですね、勉強してもし続けないとさらちになってしまいますので、ぜひ日々勉強すると。ね繰り返しこそやっぱり勉強の基本だと思いますんでね。 まあ本当に人間って忘れっぽいというかねえすぐ忘れてしまうと、まあ、だからいいのかもしれませんけどね、えー、忘れるっていうのがあるからですね、嫌なことがあってもですね、えー、嫌なこともいずれじ,ゃじわじわじわじゃじゃあの、まあ、残るかもしれませんけどだんだんは忘れていくっていうことで人間は忘れていくっていうことも必要なのかもしれませんけどこと勉強にかけては嫌だなっていうふうに思いますが、まあ、毎日続けてるとですね、まあ、結構ね、えー、体に残ってくれますんでねあの日々続けていただければと思っております。 ちょっと長くなってしまいましたけども、まあ、つまりということで、えー、2017 2018年のです、ね、夏に、えー、テストがあるわけなんですけども2時間で2枚の合格答案を作成するんだとトップ答案ではありませんよと合格答案で十分ですから。 ねえー、まあ大体あのー、毎年百名ちょっとの方ですね。2017年度ですと106名の方が合格しているということですから、その106名の方の中に入ると106名の中に入るような勉強法ですね。これはトップ答案を目指すあの勉強法じゃないんですよ。えー、トップ答案をね4科目でね論文式試験4科目でですねトップ答案を作ろうっつったらもう本当に何あの10年ぐらいかかってしまうんじゃないですか。まあ1年あるいは5年わかります。 けれどもえー、それぞれの方のバックボーンによりますけれども、まあ、結構数年は少なくともかかってしまうと思うんですよ。ですからトトップのトーク 取るとそんなのはもうやっぱり発想を捨てるべきであって私はやっぱりね短期合格してやっぱりその実務に一年でも早く触れるとやっぱりそれいったことがあの自分の人生でもの中でもね大切なことなのかなというふうに思いますねもちろん受験勉強っていうのもなければいけないんですけどやっぱり短いいいににしたこととなななのかうううふうにも一方ででは思うわけなんですよやっぱり実務じ皆さん実務家ということのポジションですからね、えー、ですから学者になるというわけじゃありません やっぱり実務経験を1年でも早く積むっていうことが大切なことかなというふうに思いますんで受験勉強をですね1年でも早く終わらせてもらいたいなというふうに私は強く思っておりますのでぜひね私の勉強法をこいついいこと言ってるなというふうにもし思っていただけるのであればですねえまあ私のこの勉強法に沿ってねやって頂ければと思いますね。 あの勉強ってね、本当に、ね、私もね、何十年もやってきましたけども、額に汗かくだけだったらだめなんですよね、えー。努力するその方向ですね。えーまあ、方法論で失敗してしまうとです、ね、これは全くだめだと、努力が水の泡ということになってしまうんですよね。ですから、例えば北海道に行くということであるのに、向きがです、ね、九州の方向きに、九州の方向いてです、ね、行っちゃったらです、ね、北海道にいつまでたっても行けませんよ。逆に北海道から離れちゃいますよ。ですかららいくら努力してもです、ね、その方向 努力をする方方向汗のかき方それが間違えてしまったらですねですからまあしっかりとですねその方法論そんなところもねまずうあのそういったところも確認していただいてですね目指すべき方向そういったところもまず確認していただいてですねそれで勉強を進めていただくということがいいのかなというふうに思っております。 でではですね、その次なんですけども本講座の内容ということなんですがじゃあですね、合格答案をです、ね、作成するということなんですけどもじゃあ合格答案どうすれば作れるのよということなんですが、まあ、レックの私の講座ではです、ね、こういうふうに考えておりますねまずインプットということで、まあ、経済学は非常に長い歴史があるんですよ。 1776年ですね、アダム・スミスが諸国民の富というのを書きましてですね、アダム・スミスが経済学の父というふうに言われているわけですから、1776年ぐらいからですね、1700年代というふうに言えばいいんですかねそ、そこからまあ経済学の歴史が始まっているということですから、非常に長い長い歴史があると、ノーベル経済学賞もあると、社会科学の中でノーベル経済学賞,ノーベル賞があるのは経済学だけですから、ですから、そういった意味ではね、非常に歴史のある学問ということで、知識、考え、 考え方も深いわけなんですけどもまずはですね合格答案を書くためにはですねその知識考え方ここをですね、えー、理解していかなきゃいかんということなんですねでこ、そこも理解なんですけどね あの、まあ、ある程度の理解っていうところでしょうかね、本当にね、突き詰めていくとね、本当に切りがなくなってしまいますんで、ある程度のところで止めていただいて、そして次っていうふうに言った方がいいかなと思いますね。暗記とはまた違うんですよ。暗記とはまた違うんですけども、ある程度理解して、それで次に進むと。そういったことがいい必要かなと。初めから全部暗記する。それはダメです、経済学はね。やっぱりこの理解。 を伴うそういった勉強法が必要なんですけれどもまあやり始めればあ分かっていただけると思うんですがあの理解というのがとても大切になるんですけれどもあのそんなに深すぎる理解も求められておりませんのであの、まあ、ほどほどの理解というんですか。 あのー、本当に突き詰めていくとですねいくらでも考えられるというのが経済学なんで、まあ、そうしていくとですね時間がいくらあっても足りませんからやっぱり350時間というのを考えてですねそして勉強していくということがいいのかなというふうに思いますね、えー、それからまあ,あこれが本講座であるとであの論文式試験というのはですねインプットしてだけだったらダメなんですねアウトプット論文作成力っていうのを養わなければいけないんですね アウトプットすることによって論文作成力っていうのを養う必要があるとで、まあ、ここは担当式試験との違いなんでしょうかねあの担当式試験でであればですね。 あのー、まあ、担当式試験って極端な話、マークシートに色を塗ればいいということですね。この問題分かんないということであったとしてもですね、なんか色塗っとけば、ひょっとしたら当たるかもしれないというのがマークシートですよね。まあ、逆に引っ掛けに引っ掛か,かっちゃってって、ある程度分かってたのに、で、9割分かってたのに、引っ掛けに引っ掛か,かっちゃって、点数が取れませんでした。それもあり得ますけど、逆に何も分かんない問題であってもですね、色塗っとけば当たるかもしれない。これがマークシートですよね。 で、それに対してですね、やっぱり論文式試験というのは書かなきゃいかないと。ね、白紙の状態から。 書かなきゃいけないというのが論文式試験ですから、まあ、そういった意味ではですねですから練習しなきゃいかんということで、まあ、それがアウトプットということで、まあ、当あの予備校ではね答案練習会というふうに言ってるんですけども略して「答練」というふうに言うわけなんですが答練で、えー、答案を作成する、ね、練習をしていただく。 論文をを作成するる練習をしていいただくととこう,いうことになるわけですね。まあそれは後発講座になるわけなんですけどね。で,ですかね。でまあ答案練習会のことはまだまだ先なんでね、えー、簡単にしか申し上げませんけどもあのー「当蓮」連ですね略して「当蓮」なんですけどもやっぱりね「当蓮」連「当案練習会」「練習」というふうにつきますけどね「練習」というふうにつきますけど練習こそですね 本番のつもりで勉強していただきたいんです。で、本番こそ練習のつもりで、えー、あの受けていただきたいんですね。いいですかね。ですから練習の段階でね、あの適当なそのあの感じでね、勉強しててもですね、なかなかダメですよね。やっぱりね、えー、練習こそガッと本番のつもりでねやっていただくと、でそのね練習の段階で本番のつもりでやっていただくとですね、やっぱ本番でも力が発揮できるんですよ。 練習の時に練習のつもりでやってたら本番で力出ませんよ。ですからその練習の時にですね、本番の状況をイメージしてですね、夏の本番の状況をイメージしてですね、そして、えー、受けていただく。 これが必要かなというふうに思うんですよね。ですから、私ね、答案練習会は、やっぱりね、ご自宅で、例えば日曜日の昼とかね、えー、受けていただくと、まあちょっとね、んどうかなというふうに思ったりするんですよね。何がどうかなっていうことなのかっていうと、例えば宅配便とかあるじゃないですか。ピンポーンってなってね、宅配便のお兄さんが来てですね、えー、お届け物ですとかっていうふうに言ったらですね、それ出ないとまずいわけですから、無視したらかわいそうですから、従いましてね、答連こう解いてもですね、その出るわけですよね。 対応すするわけですよね、まあ、その時ストップウォッジで止めたとしてもですねそこで集中力途切れてしまいますからやっぱりなるべく。 ね、答案練習会もですね本番,の本番に近い状況で、ね、やっていただきたいということでだからまあご自宅をできれば避けた方がいいかなとおいうふうにも思うんですよね。ま、た例えば図書館であるだとか、まあ、レックがそばにあるのであればレックの自習室を使うであるだとか、まあ、本番になるべく近い状況でですね、えー、やっていただくといいのかなとそして練習こそ本番のつもりでとそこですよね。 えー、そここを強く意識してとということですねやっぱりオリンピックの選手なんか見てるとですね練習の段階でもオリンピックを必ず必ず想定してやってるように思いますよね。えー、練習の段階でも真剣な眼差しでですねそして、えー、オリンピックを多分イメージしてやってるのかなっていうふうに私なんかねちょっとオリンピックを見ながらねまあそんなにスポーツは好きな方じゃないんですけどやっぱりこうね、えー、ああいうこう真剣なあそういったね えー、真剣にそのあの取り組んでる姿勢っていうのはもう頭が下がりますけどもあの、えー、やっぱり本番の練習のつもり練習の段階でも本番を想定してですねやってるんだろうなとで皆さんもねやっぱりね投、えー、案練習会であっても、ね、練習なんだと初戦練習なんだけども本番のつもりでやって頂ければなとでその蓄積が合格につながっていきますんでね。 ではですね、えー、話してても終わりませんので、えー、っと、ではちょっと中身の方に行きますが、合格バイプルですね、えー、開けていただければと思いますけど、1ページにね、イントロダクションというのがあるんですよ。1ページにイントロダクションというのがありまして、そこを,そこをやっていきますね、えー。経済学の三種の人技ということになりますが、経済学の三種の人技っていうふうに書いてますけども、それは何かなっていうと、まず、図式文書っていうふうに、ねえー、なってるんですけどね。 あの経済学というのはですね、あのーえー、他の科目と違ってですね他の科目はね例えば民法だとか、えー、そういった科目は言葉、ね、文章、えー、という、ねえー、もので、えー、そういったツールで,です、ね、学習を進めていくかなというふうに思うんですけども経済学というのはその文章言葉ももちろん使いますがこちらも使うんですよ。 図と式ですね。まあ、図っていうのはまあ例えばグラフということなんですけどもグラフも使います。そして数式数字なんかも使います。まあ例えば微分計算なんかも理解する必要がある。これ講述ということで、えー、私の合格基礎講座の中でやらせていただきますけども、えー、微分計算なんかも必要なんですよ。 で言葉も使うということで、まあ、図式文章ですね。他の科目だったら大体文章だと思うんですよ。でそれに加えて図式と、ね、数学的要素も結構あるんですよね。言葉だけなくだけではなくて、数学的なもの道具もですね、使ってですね、まあ、経済学というのを勉強していくんだということですね。私はね、あのまあ、大学大学院と経済学で勉強した人間なんですけども。 あの法政大学というところからあの、えーまあ、そこで経済学部にいたんですけどもあの私がね、えー、やりたいその研究の領域で、えーまあ、非常に有名な先生が法政にはいなくてですね早稲田にいらっしゃったんで,で大学院早稲田の経済学研究科っていうところに行ったんですけどもで、まあ、その時にですね、まあ、だからあの何が言いたいのかっていうとあのずっと勉強してきたわけなんですけどもまずその法政にね入ってねびっくりしたのがね法 大大学学って、まあ、私立の大学ですからあ数学なんて勉強してないででで大学学入っててるわけなななんんすすよ、私かかはね。ですから、まあ、数学勉強してなくて大学入ってるってことは数学なんていらないんだろうなっていうふうに思ったんですけど、えー、大学に入ったらね経済学の授業で数学バンバン使うしということでもう本当に、えーえー、もうこれはなどういう学問なんだろうというふうに思いましたけどねだけどだんだんこう慣れてきたわけなんですけどもで大学院ではもうあのほとんどもう数学を使って、えー 勉強を進めていくということなんですねで、まあ、要は何が言いたいのかっていうとだからその数学っていうのが、えー、切っても切れない学問これが経済学なんですねだから私、ね、経済学って本当にむしろ理系に入れるよというふうに思うんですねだから私はね、あの数学がこれだけ使うっていうのをよく知らないで経済学部に入ったわけなんですけども 何、あのー、で入ったのかっていうと私は大学受験の時に政治経済が好きだったんですよ。で、まあ、政治経済という科目で受験したんですけども、まあ、経済って面白いなと、えー、株式市場だとかあね、えー なんかそのえー、私の時はちょうどねバブルが崩壊した後でねバブル経済っていうのはあ日,本で日本でありましたけども非常に景気が良かった時代であるとで崩壊して景気が悪くなっちゃったと山一証,証券だとかですね、まあ、そういった金融機関、ね、北海道拓殖銀行だとかそういったところが潰れてしまうっていうねそういったね、まあ、かつての大企業がね えー、潰れててしまうっていう、ね、そのすごい経済って、えー、その景気によって全然変わってる変わるんだなっていうのをね私がちょうどね高校の時だとか中学校の時だとかそういったことがありましたんで経済っって非常に興味あったんですよですからまあ政治経済を通りそして経済学部に入ったんですけど数学を使うということでびっくりしたということなんですがですからまあ数学を使う 数学を使うんですけども安心してください合格に必要な数学っていうのはもうごくわずかですからあごくわずかですからそれは私の講座の中ですべ、えー、て、えー、初学者の方でも無理なくね、えー、無理なくマスターできるような感じでね、えー、進めさせていただきますんでそれは大丈夫です私もうそもそも私立文系の人間ですから数学なんてね、えー、ほとんどやってなかった人間ですからそれがあのまあ、えー、分かるようになったということで今大学でもね あの経済数学っていうのを、ね、教えてるんで,すよですからまあ、まあ、私はね経済学のお経済学をやる人間として、まあ、数学をユーザーとしてね、えーまあ、使ってあの数学を使っているということなんですけどもやっぱり経済学っていうのは数学が必要なんでね、まあ、経済数学っていう科目もね大学にあるんですけどもまあ,あそういうね、えーまあ、数学とは切っても切り離せないそこをねちょっとまずは押さえておいて頂いければと思いますね。では えっと経済学ですね、えー、そもそもじゃあ経済学って何でしょうかということなんですけど、そもそも経済というのは、ですね、えー、消費ですね消費と生産の集まりと、ね、経済というのは、ですね消費と生産の集まりなんですね。 経済というののは消費と生産の集まりですね、それを学ぶ学問と、ね、消費と生産の集まってるそういった現象、まあ、経済現象って言いますけどそれを学ぶ学問これが経済学という学問なんですね。 でまあ、我々が勉強するです、ね、経済学っていうのはあのミクロ経済学とです、ね、マクロ経済学この2本立てなんですね。ミクロとマクロの2本立てということでありましてですねちょっと間にーー入れていきますけどミクロ経済学ですね。価格理論っていうふうに昔は言いました。それがマクロ経済学ですね。所得理論というふうに昔は言いましたけどもでミクロ経済学っていうのはミクロ、微視的にですね経済を捉えていくんですね。微視的なアプローチを取って経済、消費と生産の集まり ででででででである経済をすすすすねね分析していくんんそここのキーワーワドはです、ね、これなんです価格,です、ねえー価格えー、そして、えーまあ、取引数量なんですけども価格と取引数量がどのように決定されるのかなと、まあ、だから例えばですね価格っていろいろ、うん、経済学で考える価格ってもうあらゆるものに価格ってついある価格っていうのはあるというふうに考えるんですけども、まあ、例えば、うん、そうですね原油、えー、価格っていうのがあるじゃないですか。 原油価格っていうのがありますよね原油の値段ですけども原油の値段っていうのはあどの水準に決まるのかなとも日々変わりますよ。 ね、WTI っていうふうに言いましてねあの、ニューヨークの原油の先物の,の値段っていうのがあるんですけども、あれなんかも値段が全然こう動きますからね、まあ、例えばリーマンショックの前、リーマンショックっていうのは2008年の秋に起こったですね、まあ、大きな大きな経済のショックのことを言うんですよ、アメリカの大手金融機関、リーマンブラザーズが倒れちゃいましてね、潰れちゃいまして、すごかったです、負債総額、えー、64兆円ですから。 まあ日本の国家予算は大体100兆円なんですけども、そこまではもちろんいきませんけどね、1企業で64兆円の負債を抱えて倒れちゃったということですから、もう世界中にその、えー、悪影響が出ちゃったと。それがリーマンショックですよね。で、リーマンショックの前っていうのは景気が良かったんですけども、そのリーマンショックの前っていうのはですね、その原油価格が景気が良い,いもんだから、非常にね、原油がいっぱい使われましてね、原油価格が跳ね上がってたんですよ。1バーレルという単位でね、売られるわけなんですけど、147ドルまでいきましたね。で、それがまあリーマンショックが 起きて景気が悪くなっちゃってということで、えー、去年、うんえっと、2016とか2017なんかはですね原油価格が非常に下がってしまいまして1バレル30ドルだとかそこぐらいまで下がっちゃいましたよね、まあ、今大体64ドルとかそこまで盛り返しておりますけども原油、まあ、価格っていうのがだから上がったり下がったりするわけなんですよ、ね、上がったり下がったりするとで価格っていうのはやっぱり大切なんですよね原油価格は例えば1バレル147ドルまで上がっちゃうとですね、まあ、東京の人間なんか ですね、まあそんなに、えー、それほどですね うんストーブとかそんなに使い使わないかもしれませんけどまあ例えば北海道の方だとかえ、ね、日本でもね寒い地域の方なんかはですねまあストーブだとかそういうね、えー、ものをいっぱい使うわけですよねあるいはガソリン車がないと生活できなかったりするわけですよねですから原油価格が上がるということはですねもう生活に直撃するわけですよ日常生活に直撃するわけですよねですからその価格っていうのは我々の生活にとってはとても大切なものですからじゃあその大切 大大切な大切なな価格どういったメカニズムでですね決まるのかと、えー、それを探っていく学問これがミクロ経済学になるわけなんですねこれを初めにまず学んでいくわけですねかなりお時間かかりますで次です、えー、マクロ経済学ということでマクロということなんですけど挙手的に見ていきます一国全体集計量で挙手的に見ていくこれがマクロと言われる経済学なんですね で所得理論というふうに言われたりするんですけどもなぜ所得理論なのかっていうとキー概念が先ほどのミクロ経済学キー概念が価格なんですけどもキー概念が国民所得なんですよ。ね、ですから所得理論っていうふうに、まあ、今あまり言いませんけどかつては言われたということですね。まあ、テキストで言うと1章から6章がミクロであるとでマクロがあ7章から12章というお話なんですね。 これがミクロとマクロと。で、いずれにしてもね、ミクロであっても、マクロであっても、いずれにしてもね、あの、経済現象の本質をですね、えぐり取ると。これが経済学なんです。ミクロ経済学とマクロ経済学というのは結局のところ、アプローチの違いなんですよ。ミクロ的なアプローチを取っていく。微視的にアプローチをしていく。それがミクロであって、マクロ経済学というのは、虚視的に見ていくと、ねえー。そういう違いなんですね。 あごめんなさいねそれからちょっと話前後になっちゃいますけどマクロ経済学の説明もう少しちょっと掘り下げさせていただきますけど、ねえー、先ほどミクロ経済学キー概念が価格だっていうふうに申し上げましたけどね 価格はやっぱり大切だと生活。生活にも非常に影響が価格の変動によって出てくるが大切だと。だから価格のメカニズムっていうのを勉強するんだと。これがミクロだと先ほど申し上げましたけどマクロ経済学は所得なんですよ。所得が危機概念なんですよ。で、所得っていうのも大切ですよね。で、GDP っていうのがありますよね。グロスドメスティックプロダクト国内総生産という国内総生産というふうに訳しますけどもグロスドメスティックプロダクト GDP というのはですねあの うんえー、所得の概念なんですよね国内総生産というふうに言いますけど生産されたものは分配されて食得になるということでまあ、えー、言ってしまえば、うん、日本国内で稼いだ所得というふうに考えることができるんですよですから GDP っていうのは所得の概念というふうに見ることもできましてねこれは詳しいことはマクロでやりますけどもね所得っていうのも大切なんですよ。 例えば、景気がいい時、所得が増えますよ。景気が悪くなって、例えばリーマンショックの後なんかはですね、もう日本経済もどん底まで叩き落とされますよ。2008年の秋、リーマンショック叩き落とされました。さらに2011年、えーえー、東北の大地震があってね。 えそれでまた日本経済、えー、そこにたたき落とされましたということでありましてですねあの、うん、GDP がぐっと下がる時だってあるわけなんですよね。で我々の GDP っていうのは要は我々の所得の塊ですから GDP が下がるということはですね我々のもちろん生活水準が下がりますし GDP が減るっていうことはですね要は景気が悪いっていうことですから失業者も多いっていうことなんですよ GDP が下がってる状況の時はね。 ですから失業者が多いっていうことはそれがねまた大問題なんですよね社会問題ですから、えー、失業率とですね、あのー、自殺率っていうのはもう因果関係あるんですよね、まあ、因果関係って言ったらひょっとしたら強いのかもしれませんけど表現が強いのかもしれませんけど相関関係は少なくともありましてねやっぱり、あのーえー、リーマン・ショックの後あたりなんかはですね えー、リーマンショックのあとあたりは失業率が非常に高かったんですよ5%だとかそれぐらいですよねでそれに対して、まあ、例えば現在であれば2.8%なんですよ失業率がで失業率が下がって何が起こったのかというと自殺者が1万人ぐらい減ってますよ、えー、今大体2万人をちょっと超えてるぐらいだと思いますけど2万1000ぐらいですかねえー、それがですね、まあ、3万超えてましたから1万は減ってるわけなんですよですかから要は何が言いたいたのかというと失業率 国民所得が増えて、ね、GDP が増えて失業率が減ることによって自殺者だって減るんだということなんですよねですからそのやっぱり我々の所得という概念ね所得っていうのが減ると失業者も増えて自殺率も上がってしまうということですから、えー、まあやっぱりこの所得というのをきちんと捉えていって所得を増やしていくような政策こういうね所得を増やすにはどうすればいいのかそれを考える必要がありましてそれがマクロ経済学なんですね。 で、ミクロもマクロも結局経済という現象の本質、これをえぐ、えぐり出そうとしておりまして、え、ミクロは微視的なアプローチを取ると、マクロは虚視的なアプローチを取ると、で、その時のキー概念がミクロは価格であり、マクロは国民所得であるということなんですね。ですから、いずれにしても経済現象の本質をですね、えぐり取るということなんです。で、その経済現象がですね、理想とね、かなりギャップがあったら、 理想から経済現象がかなりずれていたら理想に近づけるための政策を考えていくこれが経済学なんですねいいですかだから経済学というのはミクロであれマクロであれですね経済現象の本質を描くんだとそして理想と経済現象がずれてるのであれば理想と経済現象がですね、えー、に理想と経済現象にギャップがあるのであれば。 そのギャップを埋めるようなですね経済政策を考えていくとこれが経済学なんですねですかミクロであってもマクロであってもだから非常に経済学っていうのはその政策を考えるということですから実践的な学問でもありますよねで、まあ、政策担当者にとっても実践的ですけどもやっぱりあのビジネスマンサラリーマンのビジネスパーソンの方にとってもですねもちろん実践的な学問ですよ 例えば私がかつていすゞ自動車というところにいましたけども大体いい海外売上高比率が60%なんですよ昔もっと高かったんですけども今大体いい6割ぐらいですよねですからその為替レートの影響っていうのは輸出企業っていうのは相当受けるわけなんですよですからその為替レートっていうのは今後どうなっていくのかなっていうのもビジネスパーソンにとっては必要なスキルだと思いますしねですからその 経済学というのは実践的な学問であるというところですね。だから非常に面白いんですね。社会科学で先ほど申し上げましたけど、経済学だけですから、ノーベル賞があるのはね。ですから、まあ、ちょっとハマってしまう方もいらっしゃるかもしれませんけど、先ほど申し上げましたように、バランスを取るっていうのがとても大切なことになりますね。バランスを取っていくっていうのがとても大切になってきますから、経済学を面白いと思ったとしても、えー、ある程度で止めていただいて、ね、会計、民法ってありますから、そちらの方の、勉強いっぱいしていただいてね、バランスを取ると。 バランスを常に考えていただければと思いますね。そのところでしょうかね。ではですね。ちょっとお時間の方が来ているますので、ここで一旦ね。ブレイクというのを入れさせていただきますが、あのこの、えー、合格基礎講座ですね、えー、全18回ですかね？あるんですけどもあの毎回。 大きくは前半と後半に分けるんですが前半の中でも一区切り入れます後半の中でも一区切り入れますつまり一つの授業でですねまあ要は四つにね分けてえ構成するというスタンスになっておりますのでえ前半のねところのちょうどまあ大体今間ぐらいなのでえ一旦ねブレイクの方ね入れさせていただきますねえそれではどうも皆さんお疲れ様です はい。えー、それはですね、ブレイク終了ということでありましてですね、続きに行きますが。 えー、次はね、えー、二ページになりますけど、ミクロ経済学の全体像というふうに、なっているところになりますね。で、やっぱりね、どの科目もですね、全、全体像って私は大切だと思ってるんですね。あのー、やっぱり、例えば、森に入る時にですね、まあ、地図マップがなくて、森に入ると危険じゃないですか。 それと同じでですね経済学という世界に、ね、入っていく際に経済学のマップをですね手に入れてそこを確認せずに入っていくと迷子になっちゃうんですよ。ですからまずそのどっぷり入っていく前にですねマップを確認する全体像どうなってんのかなとそれを確認していくということなんですね。で全体像を確認してまず勉強をスタートするということなんですけども、まあ、皆さんもですね、まあ、例えばね まあ、今日ね、えー、後半辺りからこの消費者というところに入るんですけどもこの消費者というところに入るんですが皆さん勉強している時にイメージしていただきたいのはこういうミクロ経済学の全体像の中で今ここをやってんだなっていうのをね絶えず絶えずこうねイメージしていただきたいんですね。 ですからこの全体像っていうのを一番初めに確認し、えー、そして勉強していただくと勉強する時はね勉強する時は必ず、ね、勉強する時は必ずこれをここに戻ってきていただいてこの2ページのここに戻ってきていただいて今日はここやるんだなといろいろテーマがあると、ね、いろいろ論点があると、ね、いろんな内容があると。 その中で今日はここを勉強するんだと、絶えずそこをね、えー、確認して、えー、踏み込んでいただければなというふうに思いますね。やっぱ全体像のイメージ、えー、そこが分かっている方とですね、分かってない方だったら理解度が全然違ってくるんですよ。私はそれはね他の科目もそうだと思うんですよね。 えーまあ、会計も私好きでね、まあ、ライブ講義だったら会計もやっておりますしあの大学でも簿記とかね財務会計とかあの大学とか専門学校でも私ちょっと簿記、えー、だとか財務会計だとかそういった講座も担当しておりますんであの会計も好きなんですよ。私昔あの先ほど申し上げましたけどいすゞ自動車にいた時はあの財務部門にいましたんであの原価計算だとか財務商標の作成だとかそういうのもたも携わっておりましたんで、えー、会計もすごい好きなんですよ。 あ,のある程度投資もしますんでね、えー、会社指揮法とかも読んでますからあ会社指揮を読む際にはやっぱり財務書表を読む知識つまり財務会計論、えー、皆さんがやってる会計学ですねやっぱり非常に必要な知識スキルになりますよですから皆さんがこの鑑定試験でやってるねその経済学であるだとか会計学であるだとか私も一本あんまり分かりませんけどもそういったね、えー、ところで勉強した内容っていうのは、まあ、投資の世界でもね使えますんでね、あのーえー、ぜひね しっかりと勉強していただければなと思いますね。まあ、非常に仕事で役に立ってくるのかなというふうに思いますよ。だから、皆様ね、あの鑑定士になった後に。 えー、その鑑定評価っていうね、業務にもちろん携わる方もいらっしゃいますけど、私が指導させていただいた合格者の方はですね、まあ、いろんな方いらっしゃいまして、まあ、企業にあの、企業とか館長の方もいっぱいいらっしゃいますけども、独立してね、えー、コンサルティングやられる方だとか、あるいはその鑑定事務所、大手の鑑定事務所でコンサルティングをやってる方とかね、今いっぱいいらっしゃいますよ。ですから、鑑定評価に携わるって方ももちろんいらっしゃいますし、えー、自分はコンンサルティングの コンサルティングの方に行くっていうふうにい、えー、かれる、えー、コンサルティングの方の方は、ね、やっぱり経済学って必須だと思いますよやっぱりね経済の動きと不動産の動きっていうのはこれねつながりありますから経済の動きに影響をね、えー、すごい不動産で受けますから。 えー、だからリートの動きなんかはやっぱりあの黒田日本銀行総裁のですねですからやっぱり経済学っていうのを私は不動産の方も学ぶべきだなというふうに、まあ、強く思っている人間なんですけども、まあ、コンサルティングなんかを考えている方がですね、まあ、たまにいらっしゃいますよあの不動産のコンサルティングやりたいんだと鑑定士になったとやりたいんですっていうふうにあの言われる方もいらっしゃいますしあだったらもっと経済学あの、えー、理解深めた方があの将来役立つ 役に立つかもしれませんねとかってなんか話してもするんですけれども、まあ,あそういうねコンサルティングとか目指されている方はですね、まあ経済ってきっと役に立つのかなというふうに思いますけど、じゃあちょっと見ていきますね。えー、まずですね、あのー、まあ消費者っていうところですね。ここをちょっとマーカー入れていきましょうか。ちょっと色をねつけていきますけど、えー、まずね経済学の登場人物ですね。消費者それから、えー、生産者っていうのがいるんですね。 登場人物に色をつけました。消費者、ないしは家計というふうに言います。生産者、ないしは企業というふうに言いますけどで、消費者っていうのはね、その名の通りです。消費をするものなんです。消費者っていうのは消費をするものなんですよ。で、目的は何ですかっていうことなんですけど、雇用を最大化するのが目的で消費をするんだと。消費者、家計っていうのは消費をするものですよ。その目的は何ですか 用を最大化するとということなんですってことですねで用っていうと硬いですけども雇、ね、用っていうと硬いですけども満足感です一言で言うとね雇用っていうのを硬い表現なんですけども満足感と英語で言うとユーティリティというふうに言うんですけどもで、あのー、用まあ満足感という言葉でも全然構いませんけどもやっぱりね経済学、えー、あるいは不動産鑑定試験 大人の試験ですからやっぱり高揚という言葉を使ってね論文を書いていただければなというふうに思いますねまあ、頭の中でイメージする際にはね別に満足感というふうにイメージしていただいても全然構いませんけどやっぱり高揚という言葉が専門用語でありそして高揚というまあ大人の試験ですからまあ高揚というね大人が使うような言葉をねまあ、選んで使っていただければなというふうに思いますねでえっとですね えー、ここもちょっとマークしておきましょうかね。紅葉を最大化ですね。満足感を最大化するというのが消費者のですね目的になるわけなんですね。で消費者は消費をします、ね。消費者は消費をするわけなんですけどもね、えー。消費をする際にお金払いますよね。お金がないと消費できないんですよ。 コンビニで、ね、お金を払って物をを買っってて消費すするわけですねお金払ってないのに消費したらお前何やってんだっていうふうに言って警察に突き出されちゃうじゃないですか、ね。ですからお金っていうのがなければいかんということですね。で資産家の方とかね、いらっしゃったらね、本当ん羨ましい限りなんですけども、あの通常やっぱりお金っていうのは稼ぐということですね。ですから消費者家計もですね、消費するためのお金っていうのは稼がなければいかんということで、まあ、従って消費者がっていうのが 消費する際に必要なお金を稼ぐ必要がありますよということで、それが労働供給なんです。消費者家計が持っている労働力というものを供給してお金を稼いでるんですよね。ですか。労働力を供給して金を稼いでいるということになります。ですか。消費をするために必要な労働力を供給してると。じゃあ次です。 例えば20万月稼ぎましたよとね20万お金全部使っちゃうっていう方も中にはいらっしゃいますよね20万全部お金を使っちゃうんだという方も中にはいらっしゃるかもしれませんけどそういう豪快な方ばっかりじゃないですよね20万を稼いだんだったら例えば15万消費して残り5万は貯めますということじゃないですか全部使っちゃうっていう豪快な方ばっかりではないですよね日本経済ね えー、ですから、まあ、貯めるっていう行為が出てくる。それが貯蓄なんですよ。それが貯蓄ということですね。貯蓄とえ。稼いだお金の多くを消費に回すかもしれない。だけど一部は貯めますよ。それが貯蓄なんですね。いいですかだから消費者家計というのは消費をする人であり、ね。消費をするためには金稼がなければいかないので、労働供給する人であり。 消費、えー、稼いだお金の多くを消費に回しますけど、残りは蓄える。つまり、貯蓄をする人であると、ね。消費者家計というのは、もちろん消費者なんだけど、労働力を供給する労働者でもあり。ね、そして、お金を貯める貯蓄者でもあると。ね、家計というのは消費者の顔。そして、労働者の顔。 貯蓄者の顔、三つの顔を家計というね、経済主体は持ってるんだなっていうね、そこのところをまず確認しといていただければと思いますね。家計っていうのは消費者なんですけども、ね、労働者の面もあると。ね、労働者の顔も,も,も、言えてないですね。労働者の顔も持つわけですよ。一方で、貯蓄者の顔も持つわけですよ。負の貯蓄の方もいらっしゃいますね、中にはね。 例えば住宅ローンを抱えている方、ね、私の友達なんかもいますけど、私はもう諦めてる人間なんで家を持つっていうのはね、諦めてる人間ですけども、私の友達なんか、もういい年して、えー、なんだっけな、えー、35年ローンを組んでますから、なんか、返し終わるまで生きられるかなみたいなこと言ってますけど、まあ大変ですよね。で、そういった方はですね、あのー、貯蓄者の、なんですけども、マイナスの貯蓄者ですね。 えー、だから逆に借金しているということで、えー、経済学はね貯蓄っていうのをマイナスの貯蓄っていうのも考えるんですよ。マイナスの貯蓄というのはた、えーえー、めるっていうよりもお金を借りるっていうことになるわけで、えー、だからその住宅ローンを抱えて、えー、貯金がない方なんかはですね あのマイナスの貯蓄を抱えてる人というふうになるわけですね、まあ、だから言ってしまえばあ借金してる人も経済学的には貯蓄者というふうに見るんですよだけどその貯蓄の内訳はですねマイナスの貯蓄っていうふうになるわけなんですけどねではですね、えっと、ちょっとまた補足していきますけどあの消費っていうのはえー、財を ごめんなさいね。字が汚いですけども。財を需要するってことですね。貯蓄というのは、財を需要するということです、ね。貯蓄というのは、財を需要する財需要ですね。で、貯蓄っていうのは、資金供給ですね。貯蓄っていうのは、通常資金供給というふうになりますね。 まあお金を借りてる方だったら負の資金供給をしてるというふうに経済学的には考えます。まあ、ただね 消費者全体で考えるるるると、と貯蓄しししてていい人人の方が借金もも多いでででょっていうことでもあるんですよ。ですからまあ消費者家計っていうのは貯蓄する方が多いということでまあ貯蓄主体っていうふうに見ていいのかなっていうふうに思いますけどただ消費者の中にもですね貯蓄が正じゃなくて負の方も中にはいらっしゃるでしょっていうまあそういったことをね先ほど申し上げたんですけどね。 まあ、ちなみにこの消費者のお話というのは2016年に出ておりまして、えー、2015年には貯蓄者の,あのお話が出ましたね。でそれからですね今度、えー、消費者というのは財を需要してそして消費をするわけですからじゃあそもそも財を供給してくれる人生産してくれる人これが必要ですよねということで消費者に対して生産者というのがいるんですよ。 でこの生産者っていうのは企業というふうに言いましてこの企業というのは目標で目的ですけどね利潤最大化という目的があるんですね利潤最大化という目的がありましたねこの目的を達成するように生産者は行動するんだと生産者企業とのは利潤最大化という目的を果たすような行動をとるんだと、ね、消費者は雇用最大化 一方で、生産者は理順最大化ですよ、ね、あのー、まあ、うん、もうすでに高坂先生とね、あのー、高坂先生の授業をお聞きの方会計学の、ね、授業をお聞きの方いらっしゃるかもしれませんけどさっきちょうどね下であの一緒になったんですけど、まあ、ここスタジオなんですけどねその下に、えー、我々が研究するところがありましてね でそこで今日曜日なんですけどあの、えー、さっきちょっと会っていろいろ話したんですけどももうすでに合格基礎講座取り終わったというふうに言ってましたので会計の方がなんかちょっと早いんですけどねだから皆さんひょっとしたら OK になってるかなというふうに思うんですけども、まあ、会計ではね利益っていうふうに言うじゃないですか。 まあ例えばね会計売上高があって売上原価があってね、えー、それで売上総利益があると、ね、売上総利益から販売費及び一般管理費を引いて営業利益であると営業利益からですね営業外収益営業外費用を差し引いてですね経常利益であるとで経常利益から特別利益とか特別損失をやっぱ加算減算してですねそして法人税なんかの税金をまた減算してですねそして当、え、期、ー、純利益っていうのがあるわけじゃないですか。 最近だったら包括利益という概念がありますだから会計というのは基本的に利益といいう言葉を使いますよね収益マイナス費用で利益っていうことですけども会計というのは利益という言葉を使うんですよ。経済学は一方で理順なんですよま若干実は概念がずれるんですけどそんなずれはテストで問われませんからそれはもう気にする必要はありません。 350時間で勉強しなければいけませんのでそんなところは気にしなくてもいいんですあの受かりますからねそれはまあいいんですけどもいずれにしてもですね「利潤」という言葉を使っていただければと思いますね会計は利益なんですけどもいずあの経済学はやっぱり「利潤」という言葉を使ってですね学問が構築されてますから「利潤」という言葉を使ってですね皆さん論文等をですねこう書いていただければと思いますね。 でではですね、えー、生産者なんですけども、えー、生産者っていうのはあ消費者が消費する財・サービスですねそれを生産するんだよってことですねで生産するってことはまあ,あ消費者に財を供給するっていうことなんでこれ財供給っていうふうに言ってもいいですね。財供給ですね。 でえ財を供給するということになりますが、あまあ、要は生産するということになるんですけど、物を生産するっていうことはですね、これ一人じゃなかなかできないんですよ。まあ、例えば私先ほど申し上げましたけど、イスズ自動車にいたということだったんですけども、イスズはトラックを作ってる会社なんですよ。えトラックを作ってる会社でトラックっていうのはやっぱりね労働力大量な労働力が必要になるわけですよね。 まあ大体今で言うと、単体で8000、8000人、えー、連結で言うと3万5000人ぐらいですかね、ええー、あの、従業員がいすずにはいるんですけども、要はその、それだけの人間の労働力を使って、トラックという財を作っていって、生産し、供給するわけですよね。ですから、労働力っていうのが、あものづくり、生産には必要になるわけですよ。えー、それが、 ねえー、労働力が必要になりますんでそれが労働需要なんです、ね、生産者っていうのは、まあ、例えばいすずだったらトラックを作るとトラックを生産する生産して供給するとトラックを供給する、ねえー、それは労働力大量に労働力が必要になりますんで生産者っていうのは労働を需要する経済主体であるんだよとですか,だからこれ対応関係ね押さえといていただければと思いますよ消費者家計は消費をします生産者企業は生産しますと。 一方で消費者家計は労働力を供給してるんですよ、ね。で、供給された労働力を、ねえー、生産者企業は需要してるんです。で、次です。トラックを作る、ね、財・サービスを生産するっていうのは労働力だけあればできるんですかっていうと違うんですよ。 設備が必要になってくるわけですね。あの、経済学では設備のことを資本というふうに言うんですけど、経済学はでは設備のことを資本というふうに言いますが、まあ,あ、いずれにしても設備っていうのが必要になってくるわけですよ。設備への投資っていうのが必要になってくるわけですよ。まあ、で,ですから、例えば土地があって、ね、そ、そ、その土地の上に建物を建ててですね、で、建物の中に機械を有機的に配列するんですよ。えー、それが設備ですよね。だからトラックを作るためのこの設備。 土地があって建物があってその中に機械が有機的に配置されているとえそれによってトラックが生産されるということになるわけなんですけどもだからその設備というのが必要になってくる労働力に加えて設備というのが必要になってくるつまり設備を買わなきゃいかんということなんですよね。で設備っていうのは非常に金がかかりますよ。ものすごく例えば工場ってでかいんですよね。 私は工場も長かったんですよ原価計算っていうのをやっておりましたんでいす自動車の藤沢工場っていうところも結構長くいたんですよね横浜に住んでてそれで電車で通ってたわけなんですけどもであのまあいずれにしてもとにかく工場がバカでかくてね工場の端から端にあること大変ですよバスで移動しますよ車で移動しますよ工場から工場の第1工場第2工場第3工場第4工場というふうにあるんですけども工場から工場へ移動するときに隣の工場だったらまだ歩けますけど果てから果ての工場へ行く時はバスだとか 車で行かないとちょっとこれきついということであのよく車で移動してたりもしてたんですけどもであの、ね、休みの日とか大変だったんですよ例えば土曜日にですね、えー、私がいた時はね 結構のの決算の早期化とということでね昔だったら20日ぐらいかけてですね月次決算一月の決算をしてればよかったところを10日になり5日になり2日でやれっていうねその決算早期化っていう時代だったんでもう本当にね、えー、決算早期化にしかもシステムがまだ対応してないっていうような状況だったんでかなりその,おその財務分部門の,その人間のね、えー、あのハンド作業に頼るところも多かった時代だったんですけども、あのー、要は土曜日の出勤なんかした時にはですね もう中にバスが走ってくれませんから、まあ、したがってねこう中をトボトボ,トボトボ歩いていったりしてですねもう本当にあの歩くだけの移動が大変ということで、まあ、要は何が言いたいのかというととにかくバカでかい設備これが必要なんですよでバカでかい設備っていうのは100万や200万で買えませんよ。何、ね、何千万あるいは何億 それあるいいは何千億っっててうふうにかかってしまうわけです,よ、ね、ですからあ要は一企業がですね自分たちの去年稼いだ利益でですね設備投資をしようって言ってもお金が足りないっていうことになるわけですよ。じゃあどうすんのっていうことでお金を借りてくるということでありましてですねですから投資というのはですね投資ということはこれ一方でね投資というのは企業が金稼いだ金で投資できればいいんですけど足りないんですよ。 稼いだお金で投資をするっって言ったら足1,000億2,000億かかっちゃったりするんですよ設備投資をするってことは。ですから銀行さんからお金を借りるとつまり投資をするということは資金を需要してるってことに他ならない場合が多いんですね。ですか だから、通常ですね、まあ、住宅なんかを買っちゃって、住宅ローンを抱えてる方なんかも中にはいらっしゃいますけど、多くの方は、多くの家計はですね、貯蓄をするということで、貯蓄したいなんですよ。貯蓄者なんですよ。だから、ここで貯蓄されたお金が、生産者に、資金需要の方に回っていくと。生産者の資金需要の方に回っていくということですね。 ですかだから生産者は利潤最大化で生産していくわけなんですけど生産するには労働力が必要つまり労働需要をするとそして生産するには設備が必要設備への投資をすると設備への投資っていうのは巨額なお金になりますから例えば銀行さんからお金を借りる資金需要をするということに他ならないということですね。利潤最大化という目的のためにということですね。じゃあこの消費者と生産者への物の流れ。 労働力の流れ、資金の流れ、これは何が調整するんですかっていうと市場なんです、ね。市場が調整するということで、市場ですね。マーケット、市場ですね。市場が調整するんですよ。生産者が市場へ供給するんです。ね、財をで。消費者が市場で、マーケットでですね、買うんですよ。財を需要するんですよ。 でここでね、あの一発っていうふうに言わないでいただければと思いますね。まああのどう,いうふうに読みますかとかってそういうくだらない問題はあの本試験でさすがにないと思いますけども。 あのやっぱり、まあ、それこそコンサルティングとかねやるときにやっぱり市場っていうふうにね市場っていうとなんかこうね具体的な,なんかね、えー、そういったそのマーケットっていうふうな意味合いになっちゃうんですよ経済学でいうとね市場っていうのはもっと抽象的な概念なんですよですからまあ市場というふうにここで言うようにしていただければと思いますねで市場で取引されてるっていうことですねで市場でね取引されて取引の数量も決まりそして価格,価格が決まるんですよ、ね 価格が決まると。市場で、マーケットで価格が決まるというふうに経済学では考えましてですね。要は価格っていうのはね、欲しい人がいっぱいいて足りないと。生産量が少なくて欲しい人がいっぱいいて足りないと。足りない状況の時というのは価格が上がっていきます。あるいは、そんなもんいらねえという人が多ければ余るんですよ。余るときに値段が下がっていきますよね。だから、えー、例えば私もサラリーマンの時にね、 よく、うん、うん、閉店間際に、えー、スーパーに行ってですね、よく残業してたもんですから、あ、閉店間際にスーパーに行って、弁当とか買いあさるわけなんですけど、バカみたいに安くなってますよ。えー、もう売れ残ってますから、ね。私が買わなかったらきっと廃棄に回されるんですよ。ですからなんかこうね、い,ないくらだったか忘れましたけど、まあ、五六百円するような弁当がですね、二百円とか、えー、なんかこう、えー、非常に安い値段になってるわけですね。それはなんで値段がそんなに下がるんですか 余ってるからなんですよ。余るともう下がるという、まあそういったロジックですよね。で、経済学では、まあ市場というところで取引されてて、余ってると値段が下がるし、えー、足りないような状況だったら値段が上がると。ですから価格というのはマーケットの動きで,です、ね、決まってるっていうふうに経済学では考えるんですね。で、経済学では、これね、ちょっとメモっていきますけど、完全競争という状況がありましてね、 完全競争という状況がありまして完全競争という状況に市場があるのであればこれ意味まだ分からなくて結構ですまだ意味分からなくて結構ですけど勉強やり始めたら分かるようになりますからメモを取っておきますけどもし市場が完全競争という状況にあればこれが実現するんです。最最適適資資源源配配分分ですね最適資源配分これが実現します。 最適資源配分っていうのは何かなっていうと資源の配分に無駄がありませんというねそういった状況が実現するんです。最適資源配分というのは資源の配分に無駄がありませんっていうね状況、これを最適資源配分っていうふうに言うんですけど、資源の配分に無駄がありませんという状況が実現する完全競争という状況に市場があればと。 これれだだけけちょっととえておいていただければとですから完全競争であればですね無駄がないという状況が実現しますんで完全競争という状況は素晴らしいというふうに考えるのが経済学なんですね。ですかか揃わかいんですよそういった意味ではこの状況というのはバーチャルなんです通常はどうなるのかっていうと完全競争という状況が揃わなくてですね最適資源配分が実現することに失敗してしまう市場がねと。 市場が最適資源配分を実現することに失敗してしまうというね、通常はこちらなんです。市場の失敗っていうのが、まあ、あ幅広く起こるんですよ。な、ね、るもし、えー、完全競争というね、状況が、あ,あの、あるのであれば。 成り立っているのであればですね最適資源配分が実現するわけなんですけどもなかなかこの完全競争という状況は実現しないんですよね。であれば何が起こるのかなと,と市場が最適資源配分を実現することに失敗してしまうっていうね市場の失敗っていうのが起きてしまうんですよ。 で、この市場の失敗というのが起きてしまいまして、これ一つずつちょっとね、読み上げますけど、まず不完全競争ですね。完全競争にないような状況。あるいは公共財公共財というのも市場の失敗の一つで、これも今わからなくて結構です。とりあえず市場の失敗のエイリアのお話なんだなというふうに押さえておいていただければと思います。これ2015年に出ました。 私2015年これ的中させてますからだから2015年の私の講義をお受けの方はですね結構この公共財に関してはね結構満点に近かった方は続出しましたよあの2015年これね公共財すいませんね自社自,自賛させていただいておりますけども誰もねあのアピールしてくれませんからあのこの業界は自分でアピールしないと誰もアピールしてくれませんのであの自己 PR してますけど、えー、まあ公共財ね当てましたけどね でそれからね外部性ですね外部性は2010年、2017年出てますけど2017年なんかも、まあ、2010年もそうですけど私担当してますけどねやっぱり的中してますよ。ただね外部性はね他社さんもやってたんですよねだからあんまり私はあのわのわわわ言いませんあの他社さんもやってた時はあ他社さんもやってて私もやってるからまあうんそんなに取り上げることないのかなとただ公共財はあんまりあ,あの他社さんはその力入れてなかったかなってちょっと2015年だいぶ前なんで何とも言えないですけどね それからね、費用低減産業。これ最近出てないから私、そろそろ出るんじゃないかなと思ってるんですけど、これです。非対称情報。私の専門なんですよ。私が大学院の時に一番勉強してた内容で、私のね、えー、大学院の時の先生が非対称情報の研究でねあの、ノーベル賞を取った人の弟子なんですよ。えー、ですから、あの、早稲田大学院に行こうと思って法制から早稲田に行ったんですけど、でだから非対称情報って自分の中では一番勉強した内容の、一番勉強した理論の一つなんですけど、これね、二千十一年私、 してますよでこの時他社さんあのほとんどやってなかったと思うんですよねですからねあの合格祝賀会って毎年なんか、まあ、やらない年もあったりするんですけどなんかこうやるんですけどねあのタックの。あの 他社さんのね「タク,タクさん」って言っちゃいましたけどえ他社さんのね、えー、受講生の方があの私の直前期の、ね、公開模擬試験というのがあるんですけども非対,非対象情報を出してですね先生のおかげであの受かりましたとかっていうふうに、えー、言ってくれましたけどねまあちょっと、うんまあ、複雑な気持ちだったけど、まあ、いずれにしてもまあ私の教材を通して受かってくれたんでよかったなとは思いましたけどあの,、まあ、あのすいません自画自賛ばっかり申し訳ないんですけど、えーまあ、だから結構当ててるんです だからまあそれは研究私はしてますんでねあの何が出るかなっていう試験員の著書、えー、それからまあその不動産鑑定試験のね、えー、その流れそういうのをもう10年以上やってますからそれを踏まえてですね今年何が出るかなっていうのを考えてね、えー、予想問題を作ってますんで、まあ、結構当ててるんですけどもだからまあそれを利用しない手はないかなというふうに私は思ってるんですけどもまあ,あ結構ね、えー、出ますんで。えー 直前期の講座を期待していただければと思いますけれども、まあ、非対称情報でしょそれから不確実性、えーまあ、こういうのが市場の失敗の原因だったり、えー、しますんでねまあ,あこういうのがあると市場が失敗してしまうつまり最適資源配分が実現することに失敗してしまうんだということですね。じゃあ最適資源配分が実現することに失敗してしまったらですね,ね失敗してる状況をほったらかしにしといていいのかっていうと駄目だっていうことなんですよ。 なので、ほったらかしにするとダメですよねっていうことで、じゃあ、何とかしましょうっていうことで、政府が出てくるわけですよ。ね、政府の登場と、ね。政府が市場に介入する。あるいは、マーケットが失敗してるわけですから、えー、っと、ごめんなさい、えー。規制をつ、ね、規制を作ったりするわけですね。規制を作ったりするわけです。ね、規制構築ですね。まあ、例えば、外部性っていうのがあるんですけど、まあ、例えば、外部性の具体例はね、 環境問問題題とか公害問題なんですよ。ですから排出ガス規制っていうのがねあの自動車メーカーの人たちはねもう本当に耳が痛かったりするんですけども昭和41年から年々年々この排出ガス規制っていうのが、まあ、自動車の排出ガス規制っていうのが強化されてですねまああの私も伊豆にいた時に結構あの、えー、いろいろね まあ、あの大変な思い、まあ、私はあんまり大変な思いしてないですけど技術の方とかね結構大変な思いをしてたと思いますけどだからその要はその排出ガスがこうね地球環境を汚染しているということなんで規制がこう出てくるわけですよねその規制を政府が作っていくということですね。でまあそれが排出ガス規制ということなんですけどもですからこう,もう規制がね こう政府があ作ってですね、えー、それで、えー、そのお最適資源配分が実現するような状況をね,、えーこうねえー、こう期待して政府が動くわけなんですよね。で,ですから、まあ、政府の,、ね、そのお市場への介入規制,のお規制を作る、ね、根拠になるわけなんですけどそれがねこれなんですよ。 効率的資源配分の実現、この効率的資源配分というのと、最適資源配分はイコールですね。効率的資源配分と最適資源配分、これ同じ意味合いだと思っていただければと思いますね。で、要はね。資源配分に無駄がない状態が実現する。これが目標で、政府が規制に規制を張ったり、市場介入したりするんですね。 要は公害なんかが起きちゃうとですね自然環境が破壊されてですね、えー、煙が出てきてその資源配分がうまくいってないっていう状況になっちゃってるんですよ。なので資源配分がうまくいくような状況にしなければいけないだったら自動車排出のガス規制必要ですねということで介入するわけですよね。ですからこの丸一面が根拠に介入してきているということなんでですすねねまず一つなんですけど、ね、さらにですね。 もし一番が実現したとしても二番があるからやっぱり政府は介入してくるんですよ。ね、もし、えー、最適資源配分が実現したとしてもですね、えー、この公平的所得分配っていうのもやっぱ目指してですね政府は市場へ介入する規制なんかを、えー、作ったりするんですね。要はねあの所得分配不公平不公平的所得分配ってこれ書いてますけど、えー、要は所得格差ですよね。 これ私はね、ある程度の所得格差っていうのは必要だと思うんですよ。あの、1970年、70年代っていうのは、所得税率、最高適用税率が75%ですよ。今だいたい45%ですよ、最高でね。ですから、その、まあうん、金持ちの方っていうのは、やっぱり、えー、ある程度それを社会に還元するってことは、確かに必要なのかもしれませんけど、75%も取るっていうのは、やっぱりちょっと行き過ぎなのかもしれませんよね。ただ一方で、税金を、ね、 お金稼いでない方と、お金稼いでる方で同じにするっていうのもやっぱり不公平感があるわけですよ。ですからたくさん稼いでる方はちょっと税金ちょっと多めに払ってよと。それはやっぱり理にかなってることだと思うんですけど、だからといって取りすぎっていうのもまた問題だと思うんですよね。ですからその、その辺のバランス、えー、そこなんですよね。だからその所得格差をやっぱりなくさなければいけない。だけどなくしすぎてもダメだと。 所得格差はね、やっぱりね、なくすっていう方向性に行かないと、あの、経済があんまりいい方向性に行かないんですよね。えー、要は、例えば街が荒れてしまうとかね、所得格差があると、まあ、例えばテロが起きるだとかね、そういった状況になる、なりかねないわけですよ。えー、あるいはなんかひったくりとかね。 ですから所得格差っていうのをなくさないとですね、ん街がその危険な状況になるっていう可能性があるわけなんですよ。そうしたら経済も縮小するわけですよ。シュリンクするわけですよ。要はね。 えー、街に出たらひたくりに会うかもしれないひたくりに会うぐらいだったら家にいようってことで家にいたら買い物しませんよですから消費が増えないと企業としても売り上げが増えないということですねですから安全っていうものも必要なんですよねですから所得格差があまりにも広がりすぎるとですねあの大きくなりすぎますとやっぱりそういった問題が出てくるとねえー、いうことでだから所得格差は縮めなきゃいけないだけど縮めすぎると逆に経済としては活気がなくなっちゃうんですよ 頑張っても頑張らなくても同じじゃんというふうになったらですね、誰が頑張るんですかということですよ。ね、ですから、やっぱり所得税率が75%というのは私は行き過ぎなのかなと。だけど0、0%にする、あるいは金稼いでない人と同じにする、それもやっぱり行き過ぎなのかなと。だから、いい塩梅のところがなかなか難しいのかもしれませんけど、やっぱり、その、取り過ぎもどうかなと。だけど、やっぱり金持ちはより多く負担してねっていうね、それが必要なのかなと。それを実現するために政府は介入するんですよ。 だから一弁がもし実現してたとしてもねこれ生じますよこれを是正するためにやっぱり政府は介入するんだということですね。まあ、同じ年のね私毎年話してますけどもうお会いしたことはないんですけどねあのグリーの田中さんっていう方がいらっしゃるんですけど2010年2012年に、えー、その方の総資産が出てたんですけど、えー、グリーの田中さんは、えー、私とねあの主審が同じなんですよ。 えー、三鷹っていうところの東京の三鷹なんですけどもまあそれはどうでもいいんですけど年、えー、も同じなんですよだからすごいなというふうに思ったんですけど会ったことも全然ないんですけどね、えー、43億円のあ43億ドルの資産をね、えー、持ってるというふうなことをね言ってましたけど、えー、なんかに載ってましたけどね43億ドルですからねですから1ドル100円というふうに考えると4300億円ということですから、えー、私と大違いだなとね。 えー、しがないですから、えー、私はねなんか全然大違いだなというふうに思いますけどだからそういう所得格差が生じちゃいますとねやっぱりあるあのもう少し縮める必要もやっぱり必要なのかなということで、まあ、政府のの介入っていうのも、えー、必要なんですよね、まあ、日本はそこまでねテロとかそういう脅威があるわけじゃありませんけどやっぱり格差が広がるとですね街もこうね荒れ出すかもしれないと。 テロが起きるかかもしれないといととうことですからやっぱりその差を縮める所得の再分配っていうね政策も必要になるとそのために政府が介入する必要があるのかなとだけど再分配ということで金持ちからがっぽり取りすぎると金持ちやる気なくなっちゃうんですよやる気なくなっちゃったら経済成長しません、ね、あるいは金持ちがあこんな国も出ていこうっつって税金が安いシンガポールとか違うところに行っちゃうかもしれないですよ 国籍変えるっていうねですからそうしたら日本としても人材が流出するっていうことですよね。それも困ってしまう。だから所得税を上げすぎるっていうのもやっぱりね問題だということでいいはあにする。そこは難しいところですよね。ただ政府の介入っていうのは少なくとも必要かなというふうに思いますよね。えー、それはですね、えー、時間の方も来ておりますので、えー、一旦ねここで休憩の方ね取らせていただきます。どうもお疲れ様でした。 はい、えー、それはですね、ごめんなさいね、ちょっと先ほどですね、あのー、ちょっと途中だったんですね、実はあの海外の話するの忘れちゃいましてですね、えー、海外の話もちょっとさせていただきますね。 えっと、まあ、今までのこの話はですね、国内の話だったんですよ。先ほどの私の休み時間までの話はですね、こう国内の話ですね、ここから上は。だけど、今の経済というのはですね、海外と取引してるわけなんですよ。まあ、先ほど申し上げましたけど、私、スズにいて、えー、ということを申し上げましたけど、スズっていうのは海外との取引、海外売上高比率60%なんですよ。 えー、ですからもう海外と、まあ、半分以上は取引してるっていうことですよねいあるいはねもう例えばあ村田製作所とかねヤマハ発動機だとか、えー、あとどこだろうな TDK だとか。 あるいはマブチモーターとか、あの辺9割ですよ。9割超えてますよ。海外売上高比率がね。つまり何が言いたいのかというと、海外との取引っていうのが、まあ非常に多いということなんですよね。今の,経,あの経済活動っていうのはね。ですから、海外との経済主体のやり取りっても必要ですよねということで、えー、この、えー、今のところ出てきてる国内の経済主体っていうのは消費者、生産者、政府ということなんですけど、さらに海外にも消費者、生産者がいますよということで、えー、こう海外、 海外の消費者生産者をひっくるめて海外というふうに言いますけどこの海外の消費者生産者と国内の消費者生産者は取引をするということになりますよね。でそれからまた補足なんですけどこの投資ですねこれ設備投資投資、まあ、資金需要ということなんですけどもあのここでの投資っていうのは金融投資とちょっと分けるようにしていただければと思いますね。投投資資ととといいううふうに言いますと、ね、株式投資だとか あるいは FX だとかね、えー、ETF だとか、まあ、そういったところに投資をするっていうね金融商品に投資をするっていうね金融投資株式投資っていうイメージが投資という言葉を聞くとあそちらの方を、うん、連想してしまうとイメージしてしまうとそういった方いらっしゃるかもしれませんけどそっちではないと。設備投資の方です、ねえー、要は、うん、設備へ投資する方の投資であると金融商品へ投資する方のものではないということですね。 ちなみにこの設備っていうのは先ほど申し上げましたけど資本というふうに経済学では言うんですけども資本ないしは設備っていうのは長い間使うものですね長い間生産をするために使うもののことを設備だとか資本というふうに言いますね経済学では資本という専門用語を使ったりしますではその次に行きましょうかねえっと次なんですけど傾きについてということでありましてね傾きにちょっとマーカー入れておきますね あの、経済学はですね、傾きという概念がとっても大切になるわけなんですよ。ね、傾きという概念がとっても大切になる。ねなぜ傾きという概念が大切になるのかということなんですけども、傾きという概念を使ってですね、まあ先ほどお話しさせていただいた、効用最大化であるだとか、利順最大化であるだとか、その条件を示していくんですね。効用最大化という条件。 ね、理順最大化という条件これは経済学ではどういうふうに示すのかっていうと傾きという概念を使ってですね示していくんですよですから傾きっていうのはその効用、えー、最大化ないしは理順最大化経済学の経済経済学でとっても大切な概念を、えー、示すのに使われますんでですからこの傾きという概念はしっかりと抑える必要があるんだということですねじゃあちょっと見ていきますけど えー、これ縦軸にですすすねね Y Y そして横横軸軸軸ににに X X をを取取りりまま縦で、えー、直線の場合という風なことなんですけども y=ax+b っていうね、まあ、中学校の時に何かやったかなっていうね、えー、ものがありますがあこれちょっとね、えー、まずね y= イコールここちょっとチェックしてくださいそして縦軸が y なんです。 皆さん、ね、必ずね皆さん必ずグラフの縦軸に注目して頂い,いてグラフの縦軸に注目して頂い,いて縦軸イコールの形に式がなるようにまず 変形してください。もともとこういうふうに縦軸イコールの形になってればいいですよ。今回縦軸が y で、今回 y イコールということで、縦軸イコールの形に初めからなっている場合は別に変形する必要はありませんけど、もし仮に与えられた数式が縦軸イコール、今回縦軸 y ですから、y イコールの形にもし仮になってないのであれば、縦軸イコール、y イコールの形に変形してくださいと。そこがまず出発点になります。 で縦軸イコール、y、イコールの形にするとですねいいことづくまでなんですよ何がいいことあるのかちょっていうとこれなんです。えー、y イコールの形にしますとですねまずこれなんです。傾きがまず分かるんですよ。ね。縦軸イコールの形にしますとね。 縦軸イコールの形にして右側右辺というふうに言いますけど横軸 X にくっついているやつこれが傾きなんですねそして残り残りの部分これが切片というふうに言います切片、ね、切片が B つまり切片というのはこれです 切片っ,っていうのはこの直線が、ね、この直線が y=x+b というこの直線がこの縦軸とぶつかってるところを切片というふうに言いますけどこれが b なんですよ。ね、で傾きっていうのは何かなと。ね、縦軸イコール =y= イコールの形にしてあげて横軸、X、にくっついてるやつが傾きなんですけどこの傾きっていうのは何かなっていうとこうなんですよ。傾きというのは、ね、1増えたら。 1>, ね、1増えたら A だけ上に上がるよっていうのが傾きが A ということとね傾きが A というのは1個 A が増えたらね x がね x が1増えたら x が1だけ増えたら、ね、傾きが A っていうのは y が a だけ増えるよとこれが傾きが a という意味です。 傾きが A という意味は、X、が1増えたときに、y、が A 個 A だけ上に上がるよっていうのが傾きが A という意味ね。じゃあ今回ね例えば傾きが傾きが1というふうに考えてみましょうか。傾きが1っていうのはこうです。1個、X、が増えると。 1, 1 x が増加すると傾きが1っていうのは Y も Y も1増加しますよっていうのが傾きが1ということですね。いいですか傾きが今回 a が1だったという場合で考えてみますと1、x、が増えると y も1増えますよっていうのが傾きが1で、ね、傾きが仮に2だったら x が1増えたら y が2増えますよとこれが傾きが2。 で傾きが0.5っていうのは1増えたら y が0.5しか増えませんよっていうのが傾きが0.5です。いいですか、ね、傾きっていうのはそういう意味合いなります。で、これね、傾きは直線の場合一定になります。ね、だから傾きが今回例えば a ですよね。傾きが今回 a。ね、どこで取っても、ね、傾きがここであろうがここであろうが、ね、直線の場合は傾きはどの点でも a です。 直線の場合は傾きはどの点でも A、つまり一定となる。これが直線の特徴ですね。で、ここもちょっとチェックしておきますけど、傾きというのは必ず X の増加量分の Y の増加量。傾きというのは必ず X の増加量分の Y の増加量で、しかも X がプラス1の時とき、X が1増えた時の Y の増加量、これを傾きと考えます。 ね、x が x の増加量分の y の増加量これを傾きというふうに考えるんですけどもその時にさらに x が1増えた時の y の増加量これが傾きになります。ですか。で今度曲線の場合ですね今度曲線の場合。ね、曲線の場合も、まあ、通常同じなんですけどもこれね傾き直曲線の場合のもう傾きも。 曲線のののの場合傾傾傾ききき例例ええばば点点ですね,例えば B 点の傾きね曲線っていうのは直線じゃなくてグニャって曲がってるわけなんですけども、えー、B 点の傾きっていうのはやっぱり傾きは同じです。X ののの増増加加量分の Y の増加量でこれ経済学ないしは数学ではよくこういう表現を使うんですけどこれね三角形はねデルタっていうふうに読むんですけど増加分とか増加量とか。 えー、いうふなうに言います何しは増加ではなくて変化っていうふうに言ってもいいですね。変化ごめんなさい、ね。ごめんなさいね。増加の「加につられちゃって「加、えー、をあの加えるっていうふうに書いてますけど変化ですねごめんなさいね。 変化量変化分ないしは変化量ですねねごめんなさい、ね、<laughs> ですかね。 でえーまあ、だから増加分ないしは増,増加量ないしは変化分ないしは変化量というふうに、えー、この三角形デルタというふうに言うんですけども考えていただいてだから x の増加量分の y の増加量というふうにこれいちいち書くの面倒くさいですからこれを三角形で表現するとデルタ x 分のデルタ y というふうになるんですね。こういうふうに経済学では記号化していきます。でデルタ x これやっぱりさっきと同じで x の増加量 x の増加量1個増えたんだっていうふうに考えますね。 プラス一のケースでこれ考えてみます通常ね,、えー、えののね、例えば B 点の時の傾きっていうのはね、例えば B 点の時の傾きっていうのはこの B 点で接線を引いてあげるんですね。B 点の時の傾きっていうのは B 点で接線を引いてあげて、そしてこの直角三角形を作ってあげるんですね。直角三角形を作ってあげて、そして、えー、そこで出来上がった傾きがこの曲線の時の傾きになると。 曲線の時の傾きっていうのは、例えば b 点の時の傾きっていうのは接線引いてあげて、三角形を直角三角形を作ってあげるんです。接線引いて直角三角形を作ってあげて、そこで出来上がった。角の向きが、えーえー、こす。あの曲線の時の傾きなんです。で、これはえい、ー、デルタ x 分のデルタ y ということで。 この傾きはデルタ X 分のデルタ y になりますね。もちろんデルタ X はプラス +1 です。デルタ X はプラス1で同じように A 点 A 点の傾きというのは A 点のところで接線引いてあげて直角三角形を作ってあげてそこで出来上がった傾きこれが傾きになります。同じようにこの C 点の時の傾きも接線引いてあげてそこで出来上がった傾きが ああ傾きになります接、ね、線引いてあげて三角形作ってあげてそこで出来上がった傾傾ききが、えー、曲線の時の時ですで曲線の時の傾きっていうのはね結局デルタ X 分のデルタ Y になるわけなんですけども、えー、先ほどの直線の時との相違点なんですけども直線の時っていうのは傾きが一定になるんですよ。 どの点を取ったとしても傾きが A ですよと傾き A が1であればどの点を取ったとしても傾きが1ですよっていうのが直線のケースなんです一方で曲線のケースというのは傾きが、ね、ど,どの点を取るかによって傾きの大きさが違うとここがそういう点なんですねいいですかだから直線であれ曲線であれ傾きっていうのはデルタ X 分のデルタ y なんですよ 曲線であれ直線であれ傾きというのはデルタ X 分のデルタ YX が1増えた時の Y の増加分これが傾きに他ならないわけなんですけどもしかしながら相違点があるその相違点というのは直線は傾きが一定ですよ一方で曲線は傾きが異なるということですねどちらも共通点デルタ X 分のデルタ Y ですよ傾きはだけど相違点があるというところをね確認しておいていただければと思いますね でではですね、ようやく中身の方に入りますが、えー、っと消費者1というところなんですけどもまず消費者っていうのは目的が公用なんですよね公用最大化なんですよね公用最大化これを目的にですね消費者家計というのは消費という行動をとっていくということですねですから公用という概念をまず確認しましょうということでありましてそれが一つ目の公用関数なんですね で経済学っていうのは単純化して考えていくという学問でありまして消費者ってねいっぱいいるじゃないですか、ねまあ、今日本には1億3千万人ぐらいまあそんないないですけど1億2千5五六6百万人ですかねそれぐらいいるかなというふうに思いますけどえ極端な話全員消費者ですよ赤ちゃんであったとしても消費者ですよでミルク飲んだりしますからあ極端な話1億2 6六百万人ぐらいいるんですかねえ全員が消費者ですよ ですから消費者っていっぱいいるわけですよで世界中で考えるともっといっぱいいるわけですよですからものすごく人がいるわけなんですけども経済学というのは複雑な状況複雑な経済現象を複雑なまままず考えないんですよ複雑なものを複雑なまま考えていくと結局わけがわからんというふうになってしまいますからまず複雑な状況をですね単純化して考えていくこれが経済学のアプローチなんですね 単純化っていうのが経済学のアプローチなんでそこをしっかりと押さえていただければと思いますね。だからいっぱい消費者いるんですよ。消費者全体で考えるといっぱいいるんですけども1消費者これでまず考えていきますということでね。で増やしていくんです。2消費者消費者全体っていうふうにね。で、えー、財、ね、商品財ねサービス財サービス財財、えー、財もいっぱいあるんですよ、ねえー。この万年筆があったりだとか。 ね、あのこっちにはお,、うん、あのお見せしましたけどお茶があったりだとか、ね、パソコンがあったりだとか、ねえー、いろいろ財が世の中にはいっぱいあるわけですよ。ね、ですからもう数えきれないぐらい財があるわけですよ。財、ね、がいっぱいあるんですけども単純化して一つしかないという世界を考えていく。で二つに増やしいっぱいあるという世界を描いていく。だけどこの複数財があるっていう世界をね考えてもいいんですけども。 あのう、我が不動産鑑定試験では考えません。公務員試験も。ええー、公認会計士試験も。 公務員試験も全部二モデルでやっちゃいます、えー、それは3罪、4罪、5罪、6罪、いっぱい罪がありますっていう世界を描いてもいいんですけど、数学の世界になっちゃうんですよ。数学の世界になっちゃったら、グラフ画に描くことができなくなっちゃいますんで、まあ、ちょっと試験の範囲を超えちゃうということですね。ですから、数式で描く世界で考えちゃえば、いくらでも拡張できますんでね。で、それもそんなに難しい数式じゃないんですよ。だけど、やっぱり、あの、ある程度のトレーニングしてないと難しいということですから、我が不動産鑑定試験ではそこまでいかないし、えー、他の国家試験でもそこまでいきます。 ので、二財モデルでストップしていただければと思いますね。要は二財モデルというのは、二、えー、つしかこの世の中に財がないという状況を考えて分析を深めていくということですね。だからそこをもってね、よく経済学っていうのは。 あの2歳しかない状況で考えてって非現実的じゃないかっていうことをよく言うんですけどもそれはグラフに収まる世界で考えると2歳だから2歳でやってるだけであって数式の世界だったらいくらでも確証できてやってるんですよもうすでにね。ですからあの批判に当たらない批判がよく多いんであの、えー、なんだかなっていうふうに思ったりするんですけどね。 二剤モデルなんか現実的じゃないですよねとそれは現実的じゃないですよですから最先端の最先端っていうかね大学院レベルだったら拡張してやってますよもちろんね複数あの剤、えー、の数をもっと増やしてね。 そういう数式の世界でただグラフの世界に落とし込めると、ねえー、まあ材が3つの世界だったら立体図形で落とし込めますけど、えー、この平面の図形を描くとしたら2材しか描けませんのでだから、うん、グラフを描くということで考えると2材しか落とすあの、えー、そういった状況を考えられないので2材モデルで単純化して考えてるっていうだけですからね数式あの皆さんがもし本格的に経済学をやりたいのであれば別に数式の世界でやればいくらでも拡張できると。 ま、ちょっと、えー、よくねそういう批判があるんでちょっとお,お答えいたしましたけどもでまずは一消費者一財モデルで考えていくということで一財モデルですね二、まあ、財モデルまでしかやりませんでえー、っとですね、まあ、消費者がいるわけですねそして、まあ、消費者っていうのは一方でこれ家計っていうふうにいったりしますよねで居酒屋というのはうーん 生産者ですあ,あ、ごめんなさい生産者企業ですね。で、えー、家計というのはもちろん雇用満足感を最大化しますよと企業生産者っていうのは利順を最大化する経済主体ですよというお話ですね。 で、これ一材モデルということですから、まあ非常に悲しい具体例になるわけなんですけど、私、森田隆二がですね、講義の後にですね、喉が渇いて酒を飲みに行くと、居酒屋に行くということなんですけども、そこで出されたメニューを見てみると、飲み物一つ、ビール飲みと、そういう異常な状況なんです、ね。そういう単純化された状況、もう悲しい状況ですよ。 さすがにどんなにビール堂でもビールだけでちょっとつまみ少しは食べたいですよね。ですからどんなにビール堂でもビール飲み出されたらちょっと辛い状況なんですけども、えー、そういう辛い状況をですねまず考えていくと単純化してるんです。いきなりいっぱい材がある状況で考えてもなかなかうまくいかないんですよ。何が原因でどうなってるのかなって読みにくくなっちゃうんですよ。ですから単純化して考えていくと。 これが経済学ですね。そして一個一個その状況を複雑にしてってっていう、まあ、そういったアプローチを取るんですねこれがミクロなんですよ。ミクロって積み上げていく美意識的に考えていくアプローチしていくということですかね。で、 えまず具体例でいきますけど経済学というのは図式文章ということですから、まあ、図,図、えーまあえー、表ですねそれをちょっと考えていきますけどもまず消費量ビールの消費量ですねそして紅葉満足感ですけどもビールの消費量を抽象的に考えていただいて X というふうに置きますねで紅葉満足感を U というふうに置きますねでこれ便宜的にちょっと数値化して考えていくんですけどもビールの消費量が0の時っていうのは満足感紅葉水準は0なんですよ ビール、飲み、まだ飲んでませんってことです。ビールの消費量がゼロ、ね、ビールの消費量がゼロっていうのは、まだビール飲んでませんってことなんですよ。ビール飲んでないんだったら、ビールから得られる満足感がゼロですよと。満足感が、ね、増えてませんよということで、ゼロだっていうことですね。一方で。 ビールの消費量が今度1に増えました。ね、1杯飲みましたってことですね。1杯飲みましたらどうなるのかっ言うと、喉渇いてるわけですから。ね、ビール飲みたくてしょうがなかったわけですから、満足感が0からぐっと上がって30まで跳ね上がるということですね。ですかで、今度、おかわりしました、ね。おかわりしたらどうなるのかなっ言うと、50まで増えました。20増えたわけですね。 で3杯、ね、3杯飲みましたって言うと満足感が6010増えてるということですね。あるいはてんてんてんということで、まあ、5杯も考えていきましょうか5杯になったら、まあ、例えば70というふうにしておきましょうかね。ですか,ですから0杯の時満足感01、ね、杯の時302杯の時503杯の時60てんてんてんと5杯の時70ですよと。 ビール1杯2杯3杯5杯10杯20杯ここれはねえちゃんとと数えることができますしかしながら「紅葉満足感って数値化できるんですか本当に?」っていうふうな疑問をお持ちの方いらっしゃるかもしれませんけどこれ便宜的に置いてるということですね。議論しやすいように便宜的に置いてるということでなかなか数値化するの実際難しいかもしれませんけどまあ便宜的に置いて議論しやすいようにしてるんだとそういうふうに捉えていただければと思いますね。 で、えー、っと、今度効用関数ということなんですけど、この表を押さえましてね、踏まえまして効用関数ということなんですけども。関数というのは、まあ平たく言うと、対応関係なんです。対応関係ですね。対応関係。効用関数っていうのは、え、効用関数っていうのは、消費量。ビールの消費量と効用の対応関係なんですよ。効用関数っていうのは、ビールの消費量と効用の対応関係なんです。 これが公用関数なんです。ビールの消費量と紅用の対応関係これが紅用関数ということで消費量と紅用の対応関係を表すものですよってことなんです。で数式で表現しますと u イコール fx っていうふうに言ったりするんですけど u イコール fx っていうのはこうです。u は x の関数である。 U は X の関数であるっていうふうに言うんですけどね、X、の値が、ね X、の値が決まったら U の値が決まるといった場合ね、X、の値が0って決まったら公用水準が0、X、の値が1って決まったら U の、えー、公用水準 U は30、X、の値が2って決まったら U は503って決まったら60、ね X、の値が決まったら U が決まりますよっていう関係がある場合 U は X の関数であるっていうふうに言うんですね。 U っっていうのは、x、のは X 値が決まったら決まりままたらりすよとそういった関係にある場合、ね、x の値が決まったら u の値が決まる、ね、u っていうのは x の値に依存して決まるんですよとそういった関係にある場合は u は x の関数であるっていうふうに言うんですね。で記号で言うと u は公用ユーティリティです。X は、ね、ビールの消費量。ね、で u=f=x っていうふうに書くんですね。 で、えー、f って何ですかっていうと、f っていうのは、まあ、ファンクションっていうふうに言ったりして、関数なんですよね。f っていうのは関数なんです。だから、u は x の関数であるっていうことで、u イコール f かっこ x っていうふうに言ったりするんですね。ただ、この f っていう表現を、必ず使わなければいけないのかって、そうじゃないですよ。u イコールかっこ u かける、ごめんなさい、u イコールか、うん、ちょっと書いておきましょうか。えー、これ別にね、 U イコールこう f じゃなくても全然よくてまあ別に皆さん書かなくてもいいですけど u=ux っていうふうに表現してもいいですしえー u= イコールうん。 こういうふういいいふに表現ししてもいいですしここね F のところを別に、えー、F っていうふうにしなくて U ってしてもいいですし、ね、F のところを別に G っていうふうにしてもいいんですけど公用関数関数なんで、まあ、F で表現することが、まあ、多いかなってことですね別に F でで、えー、表現しなななけけければいいいいっていうわけじゃないです公用関数 U なんでこう F じゃなくてこう U っていうふうに別に表現してもいいですし ABCDFG、e, ねえー、f じゃなくて f 使うの嫌だったら g っていう風にやってもいいんですよ別に、ね、ここ関数だからファンクションなんですけども別に、えー、だからといって f を必ず使わなければいけないんですかって言うとそうではなくて f 以外の記号でも全然構いませんよと。ね x のの値値がが決決ままったら、u の値が決まる。そういった関係にある時に u は x の関数であるというふうに言いますが、えー、表現し数学式で表現すると u=f x というふうに表現します。でこの f というのは関数なんで f で表現することが多いんですけど f のところを例えばあ u で表現しても、ね、g で表現してもそれはそれで結構ですということですね。 で例えばビールの消費量が1杯で満足感が30であればどうなるのかなっていうとこの効用関数、X、のところに1を代入すするんでここのの用関数 X のところに1を代入してそうしたらそれが30になりますよということで効用、ね、関数の、X、のところに1を代入しそうしたらそれは30になるということでこういうふうな計算がね、えー、なされるのかなということであります。感 <laughs> じですかね それではね、ちょっと時間の方が来ておりますので、えー、一旦ねブレイクの方ね入れさせていただきますはい、えー、それはですねブレイク終了ということで、えー、次ですね、えー、お話しさせていただきますが、えー、6ページですかね えー、紅用関数の性質ということなんですけどまずグラフにかんか書いていきますね、えー、縦軸に U、えー、紅用ですねそして横軸に、X、なんですけども、えー、まず前のページで確認しましたようにこれですね表ですねビールの消費量がゼロだったら紅用もゼロなんですよねビールの紅用がゼロだったら紅用もゼロということで紅用関数を作っていきますけどえー、よこれえー これがビールでですすねね紅葉ビールと紅葉なんですけどビールの消費量がゼロの時ビールがゼロの時ビールがゼロの時,ロの時満足感もゼロですよってことでここに点が打たれるんですよ。ね、で次です。ビールの消費量が1の時、ね、ビールの消費量が1の時に、ねえー、満足感30ですよね。 満足感が例えば30で、ね、ビールの消費量が1の時に満足感が30だったら1に対応するのが30ということでここに点が打たれるんですよ。ね、で例えば2ちょっと飛ばしてですね3やっちゃいましょうかねビールの消費量が、えー、3だったと、ね、ビールの消費量が例えば3だったと、ね、3の時っていうのは例えば満足感が60ということですから。 満足感が例えば3にねっの消費量が3に対応するのが60ですよということでここに点が打たれるんですよ。ね、あるいはビールの消費量が5の時に満足感が70ということですからビールの消費量が5の時に、ね、それに対応する満足感が例えば70ということですからここに点が打たれるわけですね。ですかね。でですかでこの点を 0杯の時に公用水準01杯の時に公用水準303杯の時に公用水準605杯の時に公用水準70この点をつないでくださいねこの点をつないでくださいつないで出来上がったものがこれ公用関数というふうに言うんですね。ですか経済学というのは図式文書ですよ。公用関数っていうのはね U は、X、の関数であると、X、の値が決まれば公用水準が決まる。 そういった状況にある場合 u は x の関数である u イ, u イコール f かっこ x っていう形で表現されるとこれは数式の世界そして言葉の世界ですよそれをグラフに落とし込んで考えるグラフに落とし込んだらこういうふうになりますねこういうふうに例えばねいいですかね では、えっとですね、まずここちょっとマーカー入れておきましょうかね公用関数の性質1なんですけどえ消費の不法和の過程ないしはこれ非法和の過程っていうふうに言ったりもしますね消費の不法和の過程ないしは非法和の過程っていうふうに言ったりもしますですからねで皆さんこれ「法はしない」ということです、ね、消費の不法和の過程非法和の過程っていうのは法はしませんよとそういった過程なんです法はしませんよとそういった過程なんですね で飽和するっていうのは何かなっていうと飽和するっていうのはもう満杯になるっていうことですね飽和するっていうのは例えばコップが満杯になる、ね、もう最大限いっぱいいっぱいのところまで来ちゃうっていうのが飽和すするってことです、ね、だから例えば消費の不飽和っていうのは、まあ、例えばビールでの世界で今言いますとね胃袋がね飽和っていうのは胃袋がビールでいっぱいになるっていうことです、ね、飽和するっていうのは胃袋がビールでいっぱいになるってことね で不飽和、非飽和っていうのは、ね。いくら飲んでも。胃袋がビールでいっぱいになりませんってことです。いくら飲んでも大丈夫。底なしってことです。ね、飽和っていうのは胃袋がビールでいっぱいになるっていうのが飽和するってことですよ。よ不飽和、非飽和っていうのは。ビールがね、胃袋、胃袋の中のビー胃袋がビールでいっぱいになりません。飽和しませんっていうのが。えー、不飽和、非飽和ですね。だから底なしなんです。 胃袋がが底ななしっていうのが不法なんですよいいですかでそういった過程を置いてるわけですね通常ねビールって私も好きですけどあのー、まあ2杯3杯、まあ、5杯10杯飲む人もいるかもしれませんけど30杯40杯なんて飲まないじゃないですかそれがビールですよねですからまあビール好きでやったとしてもやっぱり限界が来ますよねだけど限界が来ないとね底なしでやるとこれが不法話非法ですね まあ、かつてねあのプロレスラーでアンドレ・ザ・ジャイアントっていう方がいらっしゃいましたけど残念ながらもうねとあのだいぶ前に亡くなっておりますけどもル二2 3の大巨人世界の大巨人っていうふうに言われて私も、えー、プロレス見に行ったこともありますけどアンドレが来た時にねうわあの遠くで見ましたんでそのでかさはあまりあの実感はしてませんけど2二2 3とでまあアンドレがあ,のある時ね飛行機の中の酒を全部飲んじゃったということ、えー、言ってるのを聞いたことがあるんですけどね飛行機に乗せてる酒って 相当な量があると思いますけどアンドレがねだからアンドレのその話を聞いてねああアンドレの胃袋って底なしだな不法話だな非法話だなっていうふうに思いましたけどもそういう状況をアンドレ・ザ・ザイアントの胃袋を考えてるこれが経済学の一つの前提なんです。 ね、だからどん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 経済学というのは進,進化してますけどあの不法案の過程非法案の過程を取っ払ってね別に分析することもできるんでしょうけども勝法、まあの経済学ではそういった過程を置いて、ね、アンドレザジャイアントの胃袋を仮定してですねそれで議論展開していってるということなんですね。で、えー、いくらでも飲めますよということなんです。でこうです。 座への消費量が増加しまますすととですね紅葉も高まるといくらでも飲めますからビールを飲むと、ね、ビールを飲むといくらでも飲めるという胃袋なんでビールを飲んだら満足感が高まる、ね、いくらでも飲めるということなんで、ねえー、消費量を増やすとですね満足感 U が増えるということでこれね右上がりと、ね、右上がりに描かれるんです。 消費量を増やすと満足感が増える消費量を増やすと満足感が増える底なしじゃなかったら気持ち悪くなっちゃってもう満足感下がるんですよだけど底なしなんでいくらでも消費できる状況なんで、ね、消費できる状況なんで消費量が増えれば底なしなんで満足感が増える消費量が増えれば満足感が増えるということですね。で後でちょっとまた戻りますけどもこれね。 限界公用低減の法則ですね。これはちょっと次のページやってから戻りますね。では、まあ、次のページに行きまして、えと、こちらになりますね。限界公用低減の法則ということなんですが、ごめんなさい、えと、限界公用低減の法則ですね。うーんと まず限界公用ですね。こちらマーカー入れておきますね。限界公用。限界公用だけで結構ですで。MU っていうのはマージナルユーティリティ。マージナルって限界なんですよ。で、ユーティリティって公用なんですよね。 で、えー、マージナルティユーティリティっていうのはこういう意味です。あ、あの、後ろの方にね、皆さん答えがありますから、後ほどね、後ほど、まあ,あ、その答えを見ていただいて、それで書いていただければと思いますね。やっぱり一度は書かないと身につかないかなということで、あの、まあ、穴埋め形式にしているというのが一つと。えー、それから、二つ目の理由なんですけども、あの、会計学でね、いつだったかな。えー、っと、2 0 1 年ですね、2016年で穴埋め問題が登場したんですよ。えー、今まで穴埋めなんてありませんよで。どうして穴埋めができたのかっていうとあの国交省曰くですね短期合格を可能にしするような試験にするということを言ってるんですね。ですからそのたあのあの穴埋め問題の方が点数取りやすいでしょうという、まあ、そういったことなんでしょうね。会計学では あのそういうその穴埋め問題が出てるわけですよ。で経済も民法は穴埋め問題は作らないというふうに確か言ってたと思いますけど国交省のねその、えー、情報によりますとね。だけど経済会計に関してはそういうねあの方向性にあるっていうことは言われてたと思いますんでしたがって穴埋めっていうことを考えましてですねまあちょっとこういうね、えー、まあ,あ穴埋め決死のね、えー、ノートにしております。 で消費量が一旦位増加したときにどれぐらい効用が高まるのかを表すと、ね、要は一杯おかわりをする一、ね、杯おかわりしたら満足感がどれだけ高まりますかとこれが限界効用です、ね、ですから限界っていうとねもう限界ですとあの限界じゃないです、ね、限界っていうとあもう限界ですとそんな限界じゃないですよ、ね、よく飲め飲めっていう人いるじゃないですか 私もねそういう人周りにいますけど「森田飲め飲め」っつってねよく大学の先生とも飲みに行きますけどもあのー、飲め飲めというふうに言われたりしますよねで、まあ、いずれにしてもそれでまあいっぱい飲んじゃうと「ああもう限界ですから先生」みたいなね感じでこうそういうやり取りがあるんじゃないですかでその限界じゃないんですいやもう自分は限界ですわっていうその限界じゃないんですよそれはねもうリミットの方の限界なんですね 経済学で限界というふうに言ってる、その限界はマージナルの方の限界なんです。マージナルの方の限界というのは、一杯おかわりということです。もう限界です。飲めませんという限界じゃないんです。リミットの方の限界じゃないんです。一杯おかわり。これが限界という意味なんですね。一つ増やす。消費量を一単位増やす。一杯おかわりをする。これが限界という意味なんですね。で、限界雇用というのは、一杯 ビールをおかわりした時の紅葉の増加分変化分、これを表すわけですね。ですから高の高まりです。えー、まあそれは表すんだとあ、えー、いうことですね。で高揚、えー、曲線のお傾きであるということなんですけれども、えー、っとこれもねちょっとねマーカー引いておきましょうかね。 紅葉曲線のここもちょっとマーカーですね接線の接線の傾きというところですね。えっと次のページですかねこちらちょっとこちらもちょっとマーカー入れときましょうかね。 ちょっと全部マーカーを引いておきましたけどまず限界という概念なんですけども接線の傾きそれから微分計算式で言うとねそれから現状から一つ増やした時の状況の変化つまり一杯増やした時の満足感の変化高まりというふうに押さえていただければと思いますけどまあこれが限界なんですねですから限界という言葉が出てきたら接線の傾きだというふうにも押さえておいていただければと思いますねそして計算で言うと微分であると。 でさらにですね限界というのは接線の傾きということなんで,で接線の傾きということなんで消費量の増加分の雇用の増加分つまりデルタ x 分のデルタ u ということで、まあ、デルタ x っていうのはプラス +1 ですから要は1杯おかわりした時の雇用の高まり。 限界高揚というのはい杯おかわりした時の高揚の高まりということでデルタ X 分のデルタ U っていうふうに表現できるんですよ。い杯おかわりした時の高揚の高まりというのはまさにデルタ X 分のデルタ U っていうふうに考えることができ、それっていうのは高揚曲線の接線の傾きなんですよねと。これっていうのはあ接線の傾きになるわけなんですよ。ね、でなんでかって言うとねなんでかって言うと。えー こうですね前のページですけども6ページですけども限界雇用っていうのはね限界雇用っていうのは接線の傾きになるわけなんですがここになるわけなんですね。これっていうのは1個、X、を増やした時の雇用の高まりと、ね、1個、uh, X を増やした時つまりビールを1杯お代わりした時の雇用の高まりということでまさにここの接線の傾きっていうのはデル Δ 分のデルタ u なんですね。 この接線の傾きっていうのはまさにデルタ x 分のデルタ u を表してて、ね、だからデルタ x 分のデルタ u っていうのはまさにこの接線の傾きになりますよっていうことなんですね,ね。デルタ x 分のデルタ u ですよと同じようにここもそうですよ。ね、1x を増やした時の効用の高まりがここです、ね。やっぱりここもデルタ x 分のデルタ u ですよ。 ここも同じですけど X を,ふ X を増やしたとの功用の高まりとですから限界雇用というのは一杯おかわりした時の雇用の高まりということでまさに接線の傾きつまりデルタ X 分のデルタ u ですね一杯おかわりした時の雇用の高まりこれはまさに接線の傾きを表現しますんで限界雇用というのはデルタ X 分のデルタ u つまり接線の傾きなんだなというふうに押さえていただければと思いますね。 で次なんですけども例なんですけどねビールを1杯お代わりしたらということで1杯お代わりしたら紅葉が10高まったということであればですね限界紅葉が10であると、ね、1杯お代わりをしましたよとその時に満足感が10増えたと、ね、1杯お代わりしたら満足感が10増えたとしたらあなたの限界紅葉は10ですよということですねだからこれ人によっても違いますし人によっても違いますし今何杯飲んでるのかによっても違うと。 体調によっても違うと、ね。風邪をひいてあんまり体調良くなければですね、あんまりビールも美味しくないでしょうから、ま、したがって体調によっても違うでしょうし、えー、今何杯も飲んでるかによっても違いますよね。喉カラッカラの時に、まだ一杯も飲んでませんっていう時の限界効用というのは高いわけですよ。喉乾いてるわけですから、美味しいんですよね。で、それに対して、夏であったとしても、一杯も飲んじゃった後、もうすでに10杯飲んでます。かなり出来上がってます、私はって言った時に、1杯お借りで飲んでもそんなに高まらないんじゃないですか。 だからあの同じ人間であったとしても何杯飲んでるかによって限界雇用というのは大きさが違ってくるわけですね例えば今回の場合1杯お代わりして10満足感が高まったんだったら限界雇用が10ということで数式で言いますと mu 限界雇用マージナルユーティリティイコールデルタ x 分のデルタ u ということで、まあ、デルタ x ですねプラス1と、ね、1杯お代わりしたら満足感はどれだけ高まるんですかこれが限界雇用で1分の10ということでまあ約分して10になるということですね。 でこれが限界雇用ということなんですがあその次ですねこれね、えー、8ページなんですけどもあの限界功用を低減のの法則っていうのがあるんですよ消費量が増加するとですね消費量が増加すると限界雇用が徐々に低下するという法則ということでありまして、えー、これマーカーですねよく押さえておいていただければと思います。限界低低減減のの法則低減というのはこれ だだんだん減ると、ね、消費量が増加すると限界雇用が徐々に低減するという法則消費量が増えると平たい言葉で言うと消費量が増えると限界雇用がだんだん減るという法則これが限界雇用低減の法則ですこれどういうことかなっていうと消費量が増えるとですね限界雇用っていうのは減っていくんですよ これどうしてかっていうと限界雇用ってこの傾きですねこの傾きがだんだん小さくなってくるんですよ一杯おかわりしますと一杯おかわりしたら喉が渇いてる状況だったら限界効用が例えば10なんですよ一杯おかわりをしたら喉が渇いてる状況だったらビールのありがたみっていうのが非常に大きいんで10も満足感が高まるんですね次のページとちょっとリンクさせましょうか いいですか消費量が少ない時ね消費量が少ない時っていうのはあビールの消費量が例えば X1 の時ですねビールの消費量が例えば、えー、X1 の状況の時、えー、この X1 の状況の時っていうのは、えー、ありがたみ大であるとねありがたみが大であると X が1の状況の時っていうのはビールの消費量がゼロに近い少ない状況の時です。 ビールの消費量がゼロに近い少ない状況の時というのはビールのありがたみが大きいですから、1杯おかわりしたらすごく嬉しくなる、満足感が高まる、1杯おかわりしたら満足感が10も増えるわけですね。ですからありがたみが大きいんで、えー、要はこれ財の希少価値っていう風に言ったりもしますけどね。 財の希少価値でありがためがた大きいつまり財の希少価値が高いので、えー、こういった時に消費量が増えると満足感もすごい高まるということでありましてね、えー、デルタ X 分のデルタ UX を1増やすと満足感がすごく高まるということで1分の10と、ね、逆に消費量が多い時っていうのはね消費量が多い時例えば X3 の時ですね例えば X3 の時 X3 の時っていうのは もう消費量が多いわけですから、ありがたみがですね、ありがたみ、えー、小さくなってるんですよ。ありがたみが小さくなってる。つまり財の希少価値が低いということでありましてね、ありがたみが小さいですから、一 一杯おかわりしてもですね満足感があまり高まらないということで一杯おかわりしても消費量が増えて財の希少価値が下がってる低い時つまりありがたみが小さくなってる時は満足感があんまり高まりませんので一杯おかわりしても5しか増えないつまり限界雇用が5であるということでありましてまあ従ってですね 限界効用が、限界効用が、X の、X 剤の消費量を増やすと、ビールの消費量を増やすと、限界効用が減ると。ビールの消費量を増やすと、限界効用が減ると。これが限界効用低減の法則ですね。これが限界効用低減の法則。X 材の消費量、ビールの消費量を増やすと、だんだん効用の高まり、効用の高まりですね。これが減ると。 でですすからここですね、傾きが小さくなるんです1杯おかわりしても、ね、1杯おかわりしてもですね例えば、ね、満足感の高まりがプラス5ですよという話ですね。ですか,、ね、だから1杯目のビールって一番おいしいじゃないですか2杯目3杯目4杯目おかわりしておいしいはおいしいですけどもおいしいはおいしいですけどもおいしいなっていうふうに思う満足感の高まりはだんだん小さくなっていったんですよ。 満足感は上がっていきますだけど満足感の高まりですねこれは小さくなっていくでしょうということですよね。これが限界雇用低減の法則ですねで6ページにもちょっと戻りますけどねですから財の消費量が増加すると雇用の高まり方つまり限界雇用ですねこれは低下するということで x を増やすと限界雇用は減るんだと。 いう話ですよねですからね効用関数の性質ということで消費の不飽和の過程非法の過程,の過程消費量を増やしていくと底なしなんで胃袋が底なしなんでビールの消費量を増やしていくと胃袋が底なしなんで満足感は上がっていくしかしながら、ね、ビールの消費量を増やしていくと効用の高まりである限界効用1 1> おかい1杯おかわりした時の効用の高まりである限界効用マージナルユーティリティは小さくなるということですね傾き小さくなっているんですよ右上がりですよ消費量を増やせば満足感が高まるからだけど傾きはだんだん小さくなるんですよ傾きがだんだん小さくなるってことは限界効用がだんだん小さくなっていってるってことでそれが限界効用低減の補足として表現されているんです。だからこののグラフというのはね こののグラフというのは、消費者の行動が表現されてるんですよ。消費の不法和の過程非法和の過程っていうのが右上がりで表現されてて、ね、そして限界雇用低減の法則っていうのが、ね、あの消費量増えて限界雇用が減るっていうねそういった性質もこのグラフにはインプットされてるんですよ。 ですから右上がりでこういうぐにゃっとしてる場合は限界紅用が低減してるんだなっていうところまでグラフを見てですねキャッチしていただければと思うんですよね。ですかね。えー、これがですねあの一材モデルの効用のお話だったんですね。では今度その次で、えー、材の数を増やしますつまり二材モデルにするということなんですが。 えー、二材モデルとということですね、えーまあ、消費者私森田隆二がいて居酒屋生産者あまあうん供給者のところ行ってですね、えーまあ、企業のところ行ってそれで、まあ、ビールを飲むと金払ってビールを飲むという設定がさっきの話だったんですけど実は、まあ、ちょっと嬉しい状況になっておりましてですねメニューを見るとですねさっきまでなかった芋焼酎が出てくるわけですよ。ね ビールだけだったらさすがにつらいなというような状況だったわけなんですけど芋焼酎が登場してですねそして二材、えーまあ、モデルになった後、この状況で考えていくっていうのが今からのお話なんです、ね、ですから、まあ、だんだんちょっとリアリティが出てくるわけなんですけども、えー、っとまずねこの無差別という言葉これ押さえておいてだければと思いますね無差別無差別っていう言葉を、えー、無差別っていうのは まあ当たり前なんですけど、差別がないと、ね。無差別っていうのは、ね、無差別っていうのは差別,差別がないということですね。無差別っていうのは差別がないと。差別がないっていうのは差がない、つまり等しいということです。無差別っていうのは差別がない、つまり等しいということですね。何が等しいのかっていうと、消費量の組み合わせ。消費量の組み合わせ。 えがあってねっ紅葉がねどっちであっても等しいですよとこれが無差別ということですね消費量の組み合わせのパターン1とパターン2ねどっちであったとしても紅葉が等しいですよっていうのが無差別という意味ですねパターン1とパターン2ね消費量ビール1杯芋焼酎7杯ねこれがパターン1ねそういう消費量の組み合わせですパターン2ビール9杯芋焼酎1杯こういう消費量の組み合わせこれがパターン2 差別がないんです、公用の。ね。公用が等しいんです。そういった場合、このパターン1とパターン2は、パターン1とパターン2は無差別だっていうふうに言ったりするんですね。 これ経済学独特の表現かもしれません。あの、英語で言うとインディファレンスです。インディファレンス、これ無差別っていうふうに訳しちゃったんで、無差別曲線っていうのが出てきちゃってるんですけども。まあなんかこうね、そういった意味では経済学ってなんかよくわからん言葉で出てくるなと。なんか無差別って言うと無差別テロだとかね、無差別殺人だとか、そういうね、あんまりこうイメージの良くない言葉なのかもわかりませんけども、あの、経済学では無差別っていうのはそういう全然意味合いは全くなくですね、あれなんですよ。 あのインンディファレンスとといいうことで差別がない、まあ、つまり等しいといいいいとととうう意味合でででこここで使っているということですね,ですかねだからこのパターン1とパターン2では、ねえー、ビールの消費量これ違いますよ芋焼酎の消費量が違いますけども、えー、パターン1とパターン2では紅葉が等しくなってますよと、ね、そういった場合、ね、パターン1とパターン2は無差別だってことだねパターン1とパターン2は無差別ですよ私にとって無差別ですよっていう,ことなっていうふうに言うんですね。 では、えー、11ページになりますけれども、えー、無差別曲線ですね。えー、無差別曲線というのは個人にとって無差別というのは差別がないつまり等しいということですから個人にとって等しい効用をもたらす二材の組み合わせ二材の消費量の組み合わせを示す一本の線ですよと。これが無差別曲線です。ね、個人にとって差別がない。 つまり等しい雇用をもたらすその消費量の組み合わせを示す一本の曲線、これが無差別曲線ですね。もう一度申し上げます。個人にとって差別がない。つまり個人にとって、えー、等しい雇用をもたらす消費量の組み合わせを示す一本の曲線、これが無差別曲線ですね。で、これはちょっと難しいんですけどもね、縦軸に U を取りますね。縦軸に U 雇用ですね。 そして横軸に X、ね。X 材の消費量、ビールの消費量です。縦軸に Y 材の消費量、芋焼酎の消費量ですね。こっちにちょっと書くとあのごちゃごちゃしちゃうんで、こっちに書きます。これビールです。ビールの消費量。で、これ、えー、芋焼酎の消費量ですね。ビールと芋焼酎の消費量なんですけども、これね、あの、まずこういうあの無差別曲線の作り方ね。 無差別曲線の作り方っていうのはおそらく試験では問われませんけど、まあ、一応ちょっと確認しといて頂いければと思いますね。これグラフあのねグラフは書けるようにして頂ければと思うんですけどもこの11ページのですねこの11ページの立体グラフに関してはこれは書けなくて結構です。 あの、これだけですね。立体のグラフだけはこれ書けなくて結構です。まあ、うん、私のこの合格ノートで言うと、この11ページのこのグラフだけは書けなくていいかな。これ、ね。これだけは。こっちは書けるようにしていただければと思います。こっちはね。この立体のグラフはおそらくテストで出ませんから、これはもういいです。出たとしても、まあ、多くの方から、こんな綺麗に書けませんから。で、 えまず紅葉,関数紅葉無差別曲線というのはどういうふうに作るのかっていうとビールの消費量横軸縦軸芋焼酎の消費量そして立体図形で高さ高さが高揚水準 U なんですよ高揚、ね、水準 U なんですねでその紅葉の関数っていうのはそのね横軸が ええー、クスの消費量、ビールの消費量です。縦軸がワイザの消費量、芋焼酎の消費量です。そして高さですね。高さが高葉になっております。ですから、高葉関数っていうのは、お椀型、ドーム型の、そういうね、えー、関数になるんですね。ですから、こうね、ビールとか芋焼酎の消費量が増えれば増えるほど。このね、高さである満足感が高いと。 ビールの消費量が少ないときっていうのはビールと芋蒸汁の消費量が少ないときっていうのは満足感が低いんで高さが低いとビールと芋蒸汁の消費量が多いときっていうのは消費の不飽和の過程を引いてますんで満足感が高いということですからこうお椀型ドーム型消費量が増えれば増えるほど満足感が高まるということでお椀型ドーム型のそういった立体図形が紅用関数として描かれているということですこれ二座以上になったら描けません 二材モデルだから描けるんですだから3材4材5材になったら立体付けで描けませんからだから、えー、その資格の試験では2材モデルでストップなんですよ。だから数式の世界で考えることできますけどねまあそこまでは全然あのいいですけど2材モデルで十分ですから。でえっと無差別曲線じゃあどういうふうに作るんですかっていうと例えばこうなんです。満足感 U1 これ例えば満足感が100の水準ですね100の水準でスパッて平行に切るんですよ。 満足感が100の水準でスパッと、ねえー、あの平行に切ってください。平行に切ったら切り口ができるんですよ。平行に切ったら切り口ができるんですその切り口をですね下に投影させてあげて出来上がった線が無差別曲線です。ね、でこのここでね切り口、ね、こう100のところで平行にスパッと切ってあげてで切り口ができるんですよ。切り口ができるんですけどここで出来上がった線が無差別曲線です例えばね この A 点っていうのは X 材の消費量が、X、1ですよ Y 材の消費量が Y2 ですよその時その時高さが100のところなんですね一方で一方で B っていうのは X 材の消費量が X2 で Y 材の消費量が Y2 でですねこの時高さがやっぱりこの切り口に来るんですよ切り口にこう来てるわけですね例えばこの辺であったらこの辺であったらやっぱり つまりこのねこの100の水準で100の水準でスパッと切ってですねこの切り口のところをこうね下に落とし込んであげたのが無差別曲線なんですけど要はこの切り口のところを下に描き取ってあげたこの線の線上のどの点もですね 高さでいうとこう100の水準の高さになっているということですからこの無差別曲線上にあるどの点の消費量の組み合わせも高さが100を実現しているつまり用水準が100を実現している無差別曲線なんですよということですねでこれをえここでねえ立体を取っ払ってまあ平面で表してあげたものがこちらになりますけどね。 ですから例えばさっきの具体例でいうとビールの消費量が1の時芋焼酎の消費量が7であるとビールの消費量が9の時芋焼酎の消費量が1であると、ね、A 点も B 点も高揚に差別がありませんとお、ね、100で満足感が100で高揚に差別がありませんと、ねえー、言った場合無差別 A 点も B 点も無差別だっていうふうに言うんですね。これ無差別なんです A 点も B 点もね、なんでかってうと無差別曲線上に乗ってんですよ、ね。無差別曲線上に乗って、つまり A 点も B 点もこう高さ高さがこう百の水準のところの切り口に該当してるんですね。その切り口を落とし込んで描いたのが無差別曲線ですから、えー、この無差別曲線上のどの点も高用数準百なんです、ね。A 点も B 点も高用に差別がないんです。高水が等しいんです。 紅葉が等しくなるような消費量の組み合わせ一歩の線に描いたのが無差別曲線でありつ作り方といたしましてはこう、ねえー、例えば紅葉水準が100の水準の無差別曲線というのは100の水準で平行に切って切り口を下に描いてあげる例えば90の水準だったら90でスパッと横に平行に切ってですね、えー、下にね描いてあげれば出来上がるわけですね。でこれね無差別曲線っていうのはこう、ね、原点ゼロに対して出っ張った形になってますけど。 こういうこういいふうによく言います原点に対して原点に対して「つっていうふうに言ったりしますんでね原点に対して「つっていうふうに言ったりしますんでそれも覚えておいていただければと思いますねでそれからですね今度その次なんですけども12ページなんですが 限界代替率ということなんですが限界代替率というのはあまあ何かなっていうと MRS というふうに言うんですけどマージナルレート・オブ・サブスティテューションというふうに言うんですねマージナルレート・オブ・サブスティテューションというふうに言いまして X 剤の消費量を一体に増加したときに限界ということですから X 剤の消費量を一体に増加するつまりビールだったら1杯おかわりするということですね。 ビック一杯おかわりしたときに雇用を一定に維持するためにどれくらい外材の消費量を減らさなければならないのかっていうのを表してるんです。ちょっと難しいですね。こういうことですよ。ビールを一杯おかわりもしできるんだとしたら、自分は最大で芋焼酎七杯諦めてもいいかな。それが限界代替率なんです。一杯おかわりできるんだとしたら、あなたは最大で一方の材をどれだけ 減らしてもいいのとね、一杯に対してどれだけあの一杯とどれだけの財を一本の財で交換してもいいいいよというふうに思ってるのかっていう概念なんですよ。だから一杯お代わりできるんだとしたら自分は七杯減らしてもいいよっていうとその一に対して七減らしてもいいということでその一と七ということでね、えそれ交換比率にまさになってるということですね。ですからこれね二財の交換比率っていうところも。 ごめんなさいね、ここちょっとマーカーですね2材の交換比率こちらもマーカーですね2材の交換比率とね1杯おかわりね1杯おかわりもしできるんだとしたら自分は最大で芋焼酎をですね7杯例えば諦めてもいいかなっていうふうに思ってんだったら限界代替率が7っていうふうになるわけですよ。ね、で。 これ無差別曲線の接線の傾きになりますけどねデルタ X 分のデルタ Y ですね一杯おかわりしたら Y 罪を何単位諦めてもいいのかっていうことでありましてあのー、まさに限界大、えー、デルタ X 分のデルタ Y っていうのが無差別曲線のお接線の傾きになってるんですよで限界代替率っていうのはこれね ここで気をつけていただきたいんですけどここマイナスがつくんですねマイナスがつきますね、えー、先頭にマイナスをつけているのはあ限界代替率をプラスで定義する習慣があるからと、ね、1杯おかわりもしできるんだとしたらですね自分は芋焼酎を何倍までだったら減らしてもいいですっていう概念が限界代替率なんですよですから、この1 1>, 1杯に対して、一杯の増加に対して、七杯のマイナスでも大丈夫ですよっていうのが限界代替率なんですよ。ですから、何にもマイナスの符号とかをつけなかったら、限界代替率っていうのはマイナスになってしまう概念になってしまうんですよ。だけど限界代替率っていうのは通常ですね、言葉の使い方として、一杯おかわりしたときに、 私だったらもう一方の材を7杯減らしてもいいですよっていうことで7杯減らしてもいい限界代替率は7ですよっていうふうにプラスで表現しちゃってきた概念なんですよ。ですから数字で表現しちゃいますね一杯おかわりした時に芋尚長を7杯マイナスにしてもいいですよってことなんで何にも符号つけないとマイナスになっちゃう。だけど限界代替率は1杯減らす一杯増やした時に x 材をもう一方の材を つまり芋蒸汁を7杯減らしてもいいですよ限界代替率は7ですよっていうふうにプラスで表現してきてる概念なんですねですからプラスで表現するためにこうね限界代替率は無差別曲線の接線の傾きであるデルタ X 分のデルタ Y 一杯おかわりしたときに何倍、えー、マイナスするのかっていうデルタ X 分のデルタ Y にマイナスをあえてつけてですねプラスで表現してるんです ちょっと具体的に見ていきますね。例えばビール1杯増やして、芋焼酎2杯増やせば紅葉は一定であると。ケース1とケース2っていうのは、ね、ケース1とケース2っていうのは、これ無差別です。紅葉100ですから無差別です、ね。ビール3杯から4杯に1杯お代わりしました。1杯お代わりもしできるんだとしたら自分は最大で芋焼酎2杯減らしてもいいよと。これが限界代替率なんですよ。2杯減らしてもいいよと。ね、で、これっていうのは、 1>, 1杯おかわりですよね1杯おかわりできるんだとしたらね芋焼酎マイナス2でもいいですよと。でここでねマイナスをつけなければ 1, 1分のマイナス2ということで限界代替率マイナスになっちゃうんですよ。ね、限界代替率っていうのはね2杯減らしてもいいですよ。限界代替率は2ですよっていうふうに今まで結構言葉で使われてきたんですよ。慣例でね。なのでここにマイナスをつけないとですねここにマイナスをつけないと、ね、マイナスになっちゃうんですよ。 だけど使われて方としてはプラスで使われてきたんですよですからマイナスをつけましょうということでマイナスをつけてマイナスとマイナスでプラスにしているとそういったお話なんですねですからここのマイナスですねここですね忘れないようにしていただければと思いますねですか限界大替率っていうのはあですね一、えー、杯おかわりというふうになるわけなんですよねじゃあえっとですね13ページのここだけですねやらせていただければと思いますね えっとまずここの限界代替率を考えていきますね。えー、ビール1杯おかわりしますよとそしたら例えば、えー、5杯にしましょうか、ね、5杯減らしてもいいですよと1杯おかわりできるんだとしたら自分は芋焼酎を 5, 5杯減らしてもいいですよっていった場合ねデルタ x 分のデルタ y っていうのがこう傾きになりますよ。 つまり1杯おかわりできるんだとしたら5杯減らしてもいいですよということでこれあの無差別曲線の接線の傾きはマイナス5なんですよ、ね。ビール1杯おかわり、ね、ビール1杯おかわり、ねね、無差別曲線の接線の傾きというのはマイナス5なんです。5杯マイナスでも OK ですよと。 プラスビールプラス1だったらね芋焼酎マイナス5でもいいですよと自分は5杯減ってもいいですよということですね。で限界代替率っていうのはマイナスで表現しなくて5杯で、えー、y を5杯諦めていいと。 こっちょっと X という風にやっておきましょうか、ね、ビール、まあつまり X だね。ビール、つまり X だ。X 一杯お代わりできるんだとしたら、Y を5杯諦めてもいいっていう意味なんですね。Y を5杯諦めてもいい。つまり MRS で表現しますと、MRS で表現しますと、こういう風になるんですよ。 この、接線の傾きだけで考えると、一杯お代わりするときに、マイナス5でもいいんだよと。一杯お代わりできるんだったら、マイナス5でもいいんだよってことなんで、一分のマイナス5になっちゃうんですよ。接線の傾きだけでやっちゃうと。デルタ X 分のデルタ Y だったら、マイナスになっちゃうんですよ。だけど、限界代替率っていうのは、関、え、連、ー、でプラスで表現してきてる概念なんですよ。 y を5杯諦めてもいいですよ。5杯というふうにプラスで表現している概念が mrs なんで、限界代替率なんで、ですからこの接線の傾きのマイナス5にマイナスをつけることによって、プラスで表現するっていうのが限界代替率なんで、えー、限界代替率っていうのはこの無差別曲線の接線の傾き、つまりデルタ x 分のデルタ y にマイナスをつけて、 限界代替率を定義付けてるんでそこのところはしっかりと押さえておいていただければと思いますねですかね限界代替率はだからデルタ X 分のデルタ Y は一杯お替わりした時のね、一杯お替りした時に最大で、えー、もう一本の Y 材を、えー、何倍減らしてもいいよっていうことで、えー、これがあ接線の傾きなんですよ、ね、無差別曲線デルタ X 分のデルタ Y ですよ だけどこれというのはマイナスの概念になっちゃう限界代替率っていうのはプラスで定義する習慣があるんでこれに無差別曲線の接線の傾きであるデ Δ− 分のデルタ y にあえてマイナスをつけてるんですねでそれによってプラスで表現してると、ね、プラスで表現する定義するそういった習慣があるもんだからこの無差別曲線の接線の傾きであるデ Δ− 分のデルタ y にマイナスをあえてつけてるんだと。そここのところですね 押さえておいていただければと思いますね。ですかね。ですらあ、まあビール一杯おかわりできるんだったら五杯マイナスでもいいですよと。ですからこの接線の傾きはデルタ x 分のデルタ y つまり1分のマイナス5。つまりマイナス5。でデルあの限界代替率はマイナスを削ぎ落として考える。五杯 y を諦めてもいいんですよと。 X いいっぱいおかえりできるんだったらねっていうことなんでプラスで表現するプラスで定義づけるこれが限界代替率なんでねマイナス5にマイナスをかけ算してプラスにしてるということなんですね。ですからだから限界代替率が傾きになってるわけじゃないです。傾きはデルタ X 分のデルタ y マイナスになってる概念なんだこれが傾きなんですよ。右下がりだからマイナスになってるんですよ。ね、右下がりだからマイナスなんて で限界代替率というのはプラスで表現するためのプラスで表現してきておりますんでマイナスをつけてプラスにしてるっていうことですね。ねえー、そんな感じでしょうかね。えーまあ、以上ということでありますけども第1回目ですね不動産関税試験の経済学ということなんですけどもまああのー、はっきり言ってん。 無差別曲線という概念はうん簡単な概念ではそんなにないかなというふうに思うんですよね立体図形が出てきたりそこをスパッと切って落とし込んでるっていうことですからその概念自体もやっぱりそんなに簡単なものではないかなというふうに思うんですよねで,ですから最近の大学の教育なんかでは、まあ、アメリカのねマンキューグレグリー・マンキューっていう人のテキストとかそうなんですけども初めから無差別曲線をねやらなかったりするんですよ。初めはこの無差別曲曲線線とととかかやっっちちゃうと曲線でね結構数数式的数学的に学もなんかちょっと難しい 問題も入ってきてくるんで初めにここじゃなくてもっと分かりやすいところから入るような経済学の教育の仕方っていうのもあるんですけども、まあ、しかしながらねやっぱり我が不動産鑑定試験はやっぱり伝統的な経済学の学び方をやるということですねそれはやっぱりこっちの方がですね実は後で復習した時もうんあのメリットが結構あったりもしますんで、まあ、おいおい皆さんも分かると思いますが。 この方がやっぱり順番、あのー、分かりにくいところあるかもしれませんけど後で復習した時の順番というのでは非常にいいんですよ今消費者やってます第2章で生産者やりますで消費者と生産者を踏まえて市場のお話が出てくるんですよだからいきなり市場のお話を行く前に消費者のお話からし積み上げてって市場のお話生産者のお話を積み上げてって市場のお話っていうことでその積み上げがミクロなんで まあこっちの方がね、まあ、実は私はねいいんじゃないかなと分かりにやすさというところで言うとね、まあ、ひょっとしたらうん初めはちょっととっつきにくいところがあったりするんですけどね限界っていう概念なんて普段使いませんし、ね、経済学独特ですよ普段使いませんから何かこう,こういうねところから入るとちょっととっつきにくいなっていうふうに思うかもしれませんけどここを繰り返していくと、えー、実は流れに乗れますんでね、えー、ぜひちょっと、うん、初めの方苦しいかもしれませんけどで初め勉強ってね初め苦しいんですよ。 私もねずっと勉強してきましたからよく分かるんですけどもあの努力が比例しませんよはっきり言って成果に努力と成果が比例してたら勉強ほど気持ちいいもんないんですよ努力して成果が上がる努力して成果が上がるこれは楽しいじゃないですかだけどねはっきり言って皆さん答案練習会受けて努力して努力して答案練習会受けて点数なかなかいい点数取れないんですよ努力してんのに点数伸びないんですよ努力してんのに点数伸びないんですよ こんな感じですよ努力,、ね、努力が横軸縦軸に成果努力してても成果が上がらないつまり平行なんです水平なんです、ね、だけど努力を続けていくとある時ヒュッていきますからだから疲弊してたらいいんですよ努力に対して成功成,成果ね努力に対して成果が上がって右上がりだったらこんな楽なことないですよ勉強ってだから努力しても成果が上がらないはじめ水平なんですよ だけど努力を続けていくとある時ヒュッていきますから俺ね本当にねごめんなさいねもう時間が来てるんでもうそろそろ終わらせていただきますけど、ね、あの合格者の人とかもうあの初学者の方で短期合格されてる方なんかはね本当に最後の最後まで苦しい思いされてますから、まあ、つまり最後の最後の模擬試験でですね結構もうビリに近い方の点数取ってる方が合格されるってことも全然あるんですよ。 だから最後の最後まで努力してるけど最後の公開模擬試験でも成果が出ないだけど努力を続けてね努力を続けて本試験の時にヒュッて成果が出るっていうそういう苦しいパターンもありますから。 なので、まああの、私、合格者の方と対談して、まあ、皆さんがお受けになっている、その今、見られるかどうか分かりませんけど、えー、私が喋っている今の状況ではまだ見られますので、ぜひちょっと、えー、見ていただければと思いますけどあの、全然成果が出なかったんですよ。だけど最後に成果が出ましたと。公開模擬試験まで成果が出ました,んでしたと。そういう方もいらっしゃいますんでね。ですから、勉強っていうのは我慢ですよ、初めの段階は。特に初めの段階は我慢ですよ。だけど、だんだん成果が出てくるんですよ。 だんだん右上がりになっていくんですよ。あの横軸軸にに努力縦軸に成果だっったらだんだん右上がりになっていくんです始めは水平で,す、ね、で努力を続けなくてちょっと3日ぐらいやんなかったらもう、えー、努力やってなくてもう成果が下がっちゃってっていうことでもうひっちゃかめっちゃかになっちゃいます初めの方はね。で努力してても成果がなかなか出ない、ね、努力しなかったらもうはしゃらしになっちゃうこれが勉強のつらいところなんですけどでもいずれ成果出てきますから。 いずれ成果出てきますから、ぜひね、あのしっかりと諦めずに、ね、やっていただければと思いますね。えー、それではですね、えー、本日の講義、えー、以上とさせていただきます。どうも皆さん、お疲れ様でした。